こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は巨人が逆指名で獲得するも大成せずに終わった選手たちを紹介するぜ。巨人は逆指名で得していたイメージだけど、うまくいかなかったケースもあるのね。何事も光と影があるからな。過去の動画でも紹介した通り、巨人はアマチュアの有力選手を逆指名で獲得するために多額の裏金を支払ったことが大きな問題になったこともある。高橋由伸、上原浩二、二岡智博、阿部慎之助、内海哲也など、後に球界を代表するレベルの選手たちを次々に獲得してたもんね。注目してほしいのは最初に裏金を渡すようになったとされるのが、97年のドラフト1位高橋由伸選手に対してからというものだ。逆指名制度は93年のドラフトから導入されていることを考えると、ちょっと遅いわね。最初からゴリゴリに札束で頬を引っ叩いてるのかと思ったわ。そもそも逆指名制度が導入された背景には、80年代の西武がドラフト候補選手とその選手周辺の関係者へ多額の裏金を提供し、関連企業に入社させた上でドラフト外入団という手法で選手を獲得し、その結果黄金期を築くことができたことが、大きな問題として取り上げられたからだ。戦力の一極集中と、裏金を防止するためだったのね。それで巨人も最初はおとなしかったって側面もあったわけだ。それともう一つは制度導入直後は、アマチュアナンバーワン選手たちの獲得に失敗することが多かったことも挙げられるだろう。90年代なんてまだまだ巨人人気が高かった時代なのに、ジャイアンツを逆指名しないケースもあったの？逆指名制度が初めてドラフトに導入された1993年の注目選手は、投手では大学ナンバーワン左腕の関東学院大学川原雄一、東北福祉大関根博之、神奈川大渡辺秀和らが挙げられる。また野手では92年のバルセロナ五輪日本代表に大学生で唯一選出された、青山学院大学小久保博之もその進路に注目が集まっていたんだ。今挙げた選手たちはいずれも巨人に入っていないじゃない。そうなんだ。渡辺秀和、小久保博之の二人は大栄を逆指名し、ホークスが投打の目玉選手の両取りに成功。渡辺投手はルーキーイヤーに新人王を獲得し、即戦力となる。また小久保選手のその後の活躍はあえて紹介するまでもないだろう。その後の大栄黄金時代到来を予感させる1年目だったのね。少し話をこのまま続けると、その後もホークスは逆指名制度を利用して、アマチュアの大物選手を次々に獲得。94年は駒沢大学への進学が決定していた別府大附属高校のジョージ・マケンジを強行指名して、強引に入団にこぎつけた。また96年はアマチュアナンバーワン野手の井口忠彦、社会人ナンバーワンスラッガーの松中信彦を獲得し、ホークス王朝の礎を築いていったんだ。わずか4年の間に小久保、ジョージ・マ、井口、松中を獲得なんて、夢のようなドラフトじゃない。これはあくまで推測だが、この時期に大栄が有望選手を乱獲していたことに、巨人が歯がゆさを覚えたことが、97年の高橋由伸への裏金問題をはじめとする規約違反のドラフト活動の加速の一因となったのではないかと思っている。80年代は西武、90年代は大栄にドラフトで有力選手を奪われたことで、火がついちゃったのね。逆指名制度が開始された当初、巨人は逆指名を利用して優れた選手を獲得できなかったの？93年に話を戻そう。大学ナンバーワン左腕の川原投手獲得に乗り出し、ライバルの横浜以上の金銭条件を提示したが、本人は地元の神奈川でのプレーを希望し、ベイスターズを逆指名。その後は関根投手にアプローチをしたものの、関根投手は日本ハムを逆指名してしまったんだ。次々と有力選手たちに振られちゃったのね。その他にもこの年の逆指名された選手の中には、西武石井隆、阪神矢部圭一、ヤクルト山辺太らの後にプロで活躍した高投手たちがいた。野手も中日鳥越雄介、横浜春敏を、日本ハム井出達也など粒揃いな選手たちが顔を揃えてたんだぜ。なんか後の脱税問題の関与者が多い気が、話がどんどん逸れていくので、その件は無視させてもらうぞ。有力候補の入団先が続々と決まっていく中で、巨人は当初獲得予定のなかった東北福祉大の美濃勝弘投手の逆指名での獲得にこぎつけたんだ。あれ？確か日本ハムが獲得した関根投手も東北福祉大じゃなかったっけ？そうなんだ。美濃投手は関根投手との2枚看板として活躍した投手で、3年春にはリーグ最優秀選手、ベスト9を獲得したこともあった。ただ関根投手が完成度の高さから先発を務めることが多かったのに対し、美濃投手は荒削りな面も多かったため、格的としては2番手投手だったそうだ。そもそも即戦力と言えるかは微妙だったのね。とはいえ巨人は美濃投手に対して、契約金1億5000万円、年俸1200万円という破格の待遇で迎え入れたんだ。本命ではなかったとはいえ、さすがにドラ1にケチ臭い契約を提示することはなかったんだ。
ポテンシャル込みでプロ入りした美濃投手だったが、プロ最初の3年間はまさかの1軍登板なしに終わってしまう。97年のシーズン終盤にプロ初登板を果たすが、これが巨人での唯一の登板となってしまったんだ。え？ 4 年間でたったの1登板？結局99年のシーズン途中に金銭トレードで横浜へ移籍したため、巨人在籍6年間での登板は前述した1試合だけに終わる。移籍先の横浜でもほとんど登板の機会はなく、2001年に戦力外通告を受けて現役を引退してるんだ。全くと言っていいほど戦力になってないじゃない。何気に巨人の歴代ワーストドラ1候補なのでは、支払ったコストを考えれば、ワースト10には入るだろうな。まあ、この球団はグラウンド外で不祥事を起こしたけしからんドラ1もいるので、それと比べればあまり責められないがな。実はこの93年のドラフトで、巨人はもう1名逆指名で選手を獲得している。それは2位で大学ナンバーワン星と言われた、明治大学の柳沢雄一選手だ。なんだかんだ大学生の有力選手を複数名獲得できてたんじゃない？93年の巨人は30歳の村田新一選手が正捕手を務めており、柳沢選手はその後釜として見込まれていたんだ。戦力事情にマッチした指名だったのね。期待が高かった柳沢選手だが、打撃力の低さがネックとなり、プロ3年間での出場数はわずかに3試合。97年は村田選手に衰えが目立つようになっていたため、57試合に出場したものの、135打席で打率2割1分5厘、OPS 492、本塁打と打点は0に終わったんだ。135打席も経って0打点なんてことあるの？結局この97年が巨人でのキャリアハイとなり、98年以降は再び出番が激減し、99年のシーズン途中にオリックスへトレードされてしまったんだ。美濃選手と同じ年に放出されちゃったのね。90年代後半の巨人は村田選手の衰えが目立つようになり、捕手の打力がチームのアキレス腱となっていく。阿部選手が加入するまでは捕手の人材難が続いたもんね。90年代のセリーグは古田敦也を筆頭に、谷重元信、西山修司、中村武志らの優秀な捕手が多数いた時代であった。巨人は捕手の部分で他球団に水をあけられていたのね。選手本人だけが悪いわけではないが、高いリソースを割いてまで獲得した柳沢選手が戦力にならなかったことは、その後チーム状況を苦しくするものとなってしまったんだ。逆指名元年はほとんど成果を上げられなかったことがよくわかったわ。ここからは逆指名制度で獲得しながら、活躍しなかった選手個人に絞って話を進めていこう。その年ごとのドラフトレビューではなく、あくまで選手に絞るってことね。大失敗に終わった93年のドラフトの翌年、94年のドラフトでも巨人は2人の逆指名選手を獲得する。懲りずにまた高いリソースをぶっ込んだのね。1位で獲得した川原純一投手はキャンプにパートナーを同宿させていたことが判明し、球団から厳重注意と罰金200万円を受けるなど、私生活でのトラブルが多々あったが、2002年の日本一になった時に守護神を任されるなど、一定の成果をもたらした。なんか途中にめちゃくちゃ気になるトピックあったけど、今日は触れないでおくわ。2位では早稲田大学の織田淳也投手を獲得している。巨人と早稲田大学って、桑田選手の時のドラフトで因縁があるイメージだったけど、逆指名で選手を獲得できる関係だったんだ。織田投手は6大学時代に、織田また織田、一周挟んでまた織田、と言われるほど毎試合のように登板した鉄腕で、4年間で527回3分の1を投げさせられている。それってどれくらい多いことなの？6大学リーグ史上6番目に多い数で、平成以降では最多の投球イニングだな。とんでもなく酷使されてるじゃない。また打者としても優れた選手で、通算9本塁打をマーク。これは投手登録の選手としては、6大学リーグで最多の記録でもあるんだ。6大学史上最強の二刀流選手だったってこと？大学4年時にはエースで、4番で、キャプテンを務めることもあり、投手として登板しない時は野手としても出場していた織田選手だが、やはりメインポジションは投手だ。6大学通算で歴代10位タイの10勝を挙げ、防御率 2.83 で、ベスト9も2回獲得している。打撃では通算で209打数47安打で打率2割2分5厘と、突出した成績を残してるわけではないからな。野手の練習をどれだけしていたかはわからないけど、プロで活躍を見込めるのは投手の方って感じね。織田投手のプロ1年目は1軍での登板はなし、2年目にようやく初登板を果たすが、全試合救援で16登板し、防御率 4.57 と、目立った活躍はできなかったんだ。大卒のドラフト2位としてはかなり物足りないスタートね。ここから織田投手のキャリアは迷走をたどるようになる。96年は1軍での登板機会がなく、シーズン終盤には長嶋茂雄監督の発案で捕手に転向。え？ドラ2投手をキャッチャーにしちゃったの？
前述の通り、この時期の巨人は捕手の人材難だったことと、折田選手の打撃センスを見込んでのコンバートだったんだ。肩にとらわれないミスターらしいっちゃ、らしいけど、前例のない選手起用ね。ただ捕手の守備は難易度が高かったようで、そもそも守備がままならず、コンバート早々に一塁手へと転向。結局98年のシーズン途中に再び投手登録となるも、一軍での出場機会は与えられず、99年をもって現役を引退。結局一軍での出場は95年の15登板だけと、ほとんど戦力にはなれなかったんだ。あまり多くは語られない二刀流の負の歴史って感じね。まあ、投手としての戦力化が望みづらいことからの苦肉の策って感じだから、球団を責められない部分もあるでしょうけど、翌95年のドラフトでは、日本生命の西俊久を逆指名で獲得。これが巨人史上最初の当たり逆指名選手と言ってもいいだろう。1年目に新人王を獲得すると、その後は長らくセカンドのレギュラーを務め、オールスター5回、ゴールデングラブ賞4回の実績を残している。巨人の平成最強二塁手と呼んでも過言ではないわね。その翌年の1996年に、巨人は2年ぶり3回目の同一年度に2名の逆指名選手を獲得することになる。1年に獲得できる逆指名選手は2名までだから、ほぼ毎年のように枠を上限いっぱいまで使ってたんじゃない。FA 含めて、使える制度があるなら最大限フル活用するって球団だからな。賛否両論あるけど、それだけどこよりも勝つことに本気であることの証明でもあるよね。この96年はアトランタオリンピックが行われた年で、日本の銀メダル獲得に貢献した五輪メンバーの進路に注目が集まっていた。この時の日本代表には前述した井口、松中の他にも、今岡誠、谷義智らの逸材野手がおり、投手も川村武雄、三沢光一、森中正雄らの粒揃いな人材がいたんだ。さすがにオールアマでもメダル獲得するだけあって、豪華な面々じゃない。余談だがこの他にも、黒田博樹、森慎治、森野正彦、岩村明則、関本健太郎、和田和弘、小笠原道博、磯部光一、小坂誠といった、そうそうたるメンバーがプロ入りした年でもあったんだ。上位から下位指名までこれだけ多くの選手が後に一軍で活躍したんだから、巨人もそれなりに成果があったのよね。まず1位で獲得した入木優作投手は1年目から一軍で活躍し、2001年には13勝4敗を記録するなど、やや活躍が短期的ではあったが、即戦力投手として貢献。三沢、鈴木貴博と一軍の選手層を厚くしてくれた選手も複数獲得できたため、一定の成果はあったと言っていいだろう。ただこの年逆指名で獲得した小野仁投手は、かなり期待を裏切る結果となってしまったんだ。そんなに前評判が高かった選手だったの？小野投手は秋田経済法科大附属高校2年時に春夏連続で甲子園に出場。2年春の鳥取西戦で1試合15奪三振を記録するなど、本格派サウスポーとして常に注目を集めた。さらに3年生の時には史上初の高校生で全日本代表に選出されて、世界選手権に出場。当時世界最強と言われたキューバ相手に好投したことで、小野投手の評価はうなぎ登りになったんだ。それだけの逸材となると、プロからも相当数の声がかかったんじゃないの？身長187センチの超高校級左腕には8球団以上が競合するのでは？と噂されたが、小野投手はオリンピック出場を目指して、日本石油に入社。目論見通り、アトランタ五輪に出場し、銀メダルを獲得したものの、自身は故障の影響で不本意な社会人生活を送ったんだ。伸び悩んでしまったのね。社会人での低調なパフォーマンスで評価を落としてしまったが、巨人は小野投手のポテンシャルを買って逆指名で獲得することを決断。評価が下がってたってことは、逆に言えば獲得しやすい状況でもあったわけだし、うまく再生できれば儲け物じゃない。期待が大きかった小野投手だが、1年目はわずか1試合のみの先発に終わり、防御率も 6.75 と散々な結果となる。2年目は後半戦から1軍ローテで起用されたものの、59イニングを投げて防御率 5.19 と打ち込まれ、2勝7敗に終わったんだ。いくら素材型とはいえ、この成績では来季以降に期待が持てないわね。2年目のオフには背番号12を剥奪され、47に変更となったことからもわかる通り、球団内での序列は大きく下がってしまう。3年目以降はほとんど1軍での出場機会は与えられず、2002年のオフにはトレードで近鉄へ移籍することになったんだ。リスクは承知だったとはいえ、まさかここまで物にならないとはって感じだったでしょうね。余談だが、小野投手は2軍では実績を残しており、2000年は最多勝、最高勝率、殊勲賞を受賞。2001年にはノーヒットノーランを達成し、2002年には防御率 1.68 で、最優秀防御率も獲得しているんだ。
よく打者で二軍の帝王って話は聞くけど、投手番もいたのね。小野投手は近鉄移籍後に一度も一軍に登板することなく、2003年オフに戦力外通告を受けて退団。その後はアメリカのマイナーリーグでプレーしたものの、メジャー契約は勝ち取れず、現役引退となっている。そういえば最近似たような名前の人が捕まってニュースになってなかったっけ？残念なことに引退後の小野さんはネガティブな話題で世間を騒がせることがたびたび起こってしまう。2021年にはスーパーなどでお酒を窃盗し、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年の判決を受けた。さらに2023年にまたもお酒を窃盗した疑いで、逮捕されている。ちなみに犯行の動機は生活費のためで、逮捕された当時の食料は不詳であった。せっかく盗むのなら、現役時代に先輩投手たちの高い技術を盗んで欲しかったわね。しかしこれだけ逆指名選手を外したとなると、巨人がこの頃から裏金を払ってまでも逸材を獲得しようとしたのも辻褄が合うわね。決して褒められることではないけど、他球団も行ってた中で、悪い意味で競争が激化してしまったんだろうな。冒頭紹介した通り、97年以降のドラフトで獲得した逆指名選手たちは球界の趨勢を変えてしまうほどの活躍を見せる。97年の高橋由伸、98年の上原、新岡、99年の高橋久典、2000年の阿部、2003年の内海といった具合にだ。結果論ではあるけど、如実に選手の質が上がってるわね。ただそれでも逆指名選手の失敗がなくなったわけではない。99年に田村コピーの谷博也投手を2位で獲得したが、谷投手はプロ3年目に1軍で2試合登板しただけで、戦力外通告を受けて退団しているんだ。え？たった3年で逆指名選手を解雇したの？何か大きな故障でもしちゃったの？真相はわからないが、巨人を戦力外になった直後にロッテが獲得しているため、怪我の線は薄いだろう。純粋に戦力としては見込みなしって思われたのね。移籍したロッテでは登板機会がないまま、わずか1年で戦力外となり、現役を引退。当時田村投手のことで記憶に残っていることといえば、長嶋監督に谷コピーの田村くんと呼ばれてることが、選手名鑑に書かれていたことくらいだ。ジョニー・デップだか、デニー・ジョップだか怪しくなるおじいちゃんみたいじゃない。続く2000年に逆指名を受けて、2位で獲得した立教大の上野雄平投手もまた即戦力外になった選手の一人だ。アマチュア時代から超トップレベルだった選手は戦力になってるけど、それ以外はあまり戦力化できていないのね。上野投手は金沢辰巳岡高校時代から注目された投手で、高校時点でドラフト1位もあるのではと騒がれていたんだ。そんな投手がなぜ大学を経由してプロ入りしたの？一説によると、巨人が2位での指名を検討していたが、この年の巨人は逆指名で入り来、小野投手の獲得が決定していた。そのため巨人は上位指名で獲得することができなかったので、大学卒業に獲得するという密約を交わして、上野投手は進学したとされている。横浜ベイスターズ大失敗ドラフトの時にも紹介したけど、この当時は高校生の逸材が将来の上位指名を確約されて進学したり社会人に進むケースもあったのよね。その密約のせいで、進んだカテゴリで思うような結果を残せてない選手を上位で指名せざるを得ないケースもあったんだがな。ひょっとしてこの上野投手もそうだったの？真相はわからないが、そういう噂もないわけではない。上野投手は大学3年生の秋のシーズンで、リーグ戦4勝を挙げ、チームを17期ぶりの優勝に導き、ベスト9にも選出されたんだ。だが、4年の春の時に肩を故障してしまい、パフォーマンスが低下。多くの球団が手を引く中、巨人だけは上野投手を高く評価し、この年逆指名で獲得したわけだ。故障が癒えれば使えると判断したのか、密約があったのかは当事者のみぞ知るだけど、普通に考えたらかなりリスキーな指名だよね。ましてや小野投手の時に低体思いをしてるわけだから。上野投手はプロ1年目に1軍で初登板を果たしたものの、投げたのはこの時の1イニングのみ。2年目の自主トレ中に右足室外腱痛、さらに夏場には右肘側副靭帯の部分断裂を発症し、オフには手術を行ったんだ。プロ入り前も、プロ入り後も怪我との戦いだったのね。2004年に2軍で手術後初の実戦登板を果たしたものの、その後再び右肘痛が再発。現役続行を悩んでいたため、異例となる契約更改を延期し、自主トレに励んでいたが、2005年1月に引退を決意したんだ。結局プロでの登板はルーキーイヤーの1試合だけに終わっちゃったのね。上野投手は引退後スコアラーとしてチームに残留。その後は広報、データ分析室、育成ディレクター兼医療コンディショニング室長補佐など様々な役割を歴任し、チームに貢献している。もちろん人柄とか、仕事っぷりもあるんでしょうけど、これだけ引退後に手厚いフォローを受けてるのを見るに、入団時に何かあったのではと勘ぐってしまうわね。
最後に紹介するのは2004年の自由獲得枠で指名した2人の投手だ。また同一年度に2人も戦力にならなかった選手を獲得したの？この年はシダックスの野間口貴彦、さらに八戸大学三木仁志投手を獲得している。野間口投手って、裏金問題で話題になった選手よね？結果的に、その事件は野間口投手のキャリアで最も注目された出来事となってしまったな。野間口投手は高校時代から注目されていた投手で、関西創価高校時代には3年の選抜でチームをベスト4に導いたんだ。卒業後の進路が注目されたが、プロからの誘いを断って、創価大学に進むことになった。しかし大学野球とは水が合わず、大学を決断し、当時の村克也監督が率いていた社会人のシダックス野球部に入社したんだ。どうせ教わるなら日本球界最高峰の指導者に指示することにしたんだ。入社1年目の都市対抗野球では、エースとしてチームを牽引し、準優勝に貢献、若獅子賞を獲得し、大会優秀選手にも選出されるなど、この時点ですでにアマチュアナンバーワン投手として評価されるようになったんだ。ドラフトまで2年を残した段階で、これだけの実績と知名度があるとなると、それは裏で大層な額のお金が動くでしょうよ。事実の間口投手をめぐっては、巨人、阪神、西武の3球団が熱心に動くようになる。阪神が2003年のドラフトでシダックスの正田貴弘選手を6巡目で指名したかと思えば、巨人は野村監督の息子である勝則選手を金銭トレードで獲得したんだ。わかりやすく堂々と、野間口投手を獲得するためのレールを敷いていたのね。最終的に野間口投手を射止めたのは巨人になる。ドラフトイヤーとなった2004年の7月の時点では、シダックス側から西武と阪神に正式な断りの連絡が入ったそうだ。札束構成の効果が出たのね。2012年に朝日新聞が報じたところによると、野間口投手への契約金は7億円にまで達しており、それとは別に数回にわたり200万円が渡されていたそうだ。それだけ多額のコストを支払ってまで獲得したんだから、即戦力の活躍をしてくれないと困るわよね。非常に前評判が高かった野間口投手は、1年目の5月には1軍登板を果たすことになる。5回4失点と打ち込まれてしまったが、雨天5回コールドとなり、非常に珍しい形でプロ初登板初勝利初完投を達成したんだ。ドライチらしい持ってるスタートにも見えるけど、後の結果を知って聞くと、暗雲立ち込めた船出だったようにも思えるわね。その後は交流戦で投手の岩本勉に本塁打を浴びるなど期待とはほど遠い投球が続き、故障もあったため、シーズン終盤は2軍暮らしが続くことになる。最終的に1年目は47回3分の2を投げて、防御率 6.61 と惨憺たる結果に終わったんだ。支払ったコストを考えれば、物足りなさすぎる1年目だったのね。その後は毎年のように先発ローテ候補として期待を寄せられるものの、結果を残せないシーズンが続いていく。ある試合の後には、原監督から、彼を先発で起用した私が間違っていましたと、きつい言葉をもらうこともあったんだ。期待の裏返しではあるんでしょうけど、なかなか辛辣なコメントね。2009年からは救援に転向し、2011年にはフォームをサイドスローに変えるなど、試行錯誤を続けたが、ドラフト前の期待値を考えれば物足りないシーズンが続く。2013年にはトミー・ジョン手術を受けたため、プロ入り後は初めて1軍での登板機会ゼロに終わってしまい、オフには育成契約選手となってしまったんだ。故障で当面はリハビリが続くからとはいえ、逆指名で入団した投手が支配下登録から外れるなんてね。2015年シーズンには再び支配下登録選手へ復帰したものの、2軍でも防御率 7.11 と打ち込まれ、1軍での登板機会はなし。オフには戦力外通告を受けたため、この年限りで現役引退となったんだ。これまでに紹介した選手たちと比べれば、1軍でそれなりに登板機会を得てる分マシに思えるけど、裏金問題があったことを抜きにしても、ドライチ投手としてはかなり物足りないキャリアになっちゃったのね。野間口投手がドラフトされた2004年は大学社会人投手ビッグスリーと称された、日大那須の匠、明治大一林博らもいたが、彼らもまたプロでは前評判通りの活躍には至っていない。契約金や栄養費だけを考えれば、プロ野球のドラフト史上最高のビッグスリーではあったけどね。同じ年にドラフトされた投手の中では、契約金が高騰してない高卒のダルビッシュや、涌井秀明投手の方が大成してるってのは、なんだか皮肉な結果に感じるわ。なぜ当時は市場、那須の、野間口の獲得競争があれだけ加熱したのか、今となっては不思議なものに思えるよな。そうそう、もう一人の自由枠で獲得した三木仁志投手のキャリアはどうだったの？実はこの年のドラフトで、巨人は野間口、市場の両取りを画策していたんだ。だが、市場投手をめぐる栄養費問題を受けて、獲得を断念。その代わりに逆指名で入団となったのが、この三木投手だったんだ。
あの事件で損したり、被害を被った人もいる一方で、得をした選手もいたのね。三木投手の一軍実績はプロ1年目と、3年目にともに4試合に救援登板。ただ両年とも防御率10点台を超えるほど打ち込まれるなど、プロでは全く活躍ができず、4年目から育成契約選手となってしまう。怪我でもなく、単に実力が伴わずにわずか3年で支配下選手登録から外されるなんて、なかなかシビアな世界ね。育成契約となった2008年は2軍ですらわずか5試合の登板に終わり、オフには2年連続2度目の戦力外通告を受けて、巨人を退団になったんだ。プロで活躍する糸口をつかめずに終わってしまったわけか。93年に導入され2006年まで14年間続いた希望入団枠制度のドラフトで、巨人を逆指名した選手は延べ22名。こうして振り返ってみると、3人に1人は全くと言っていいほど戦力にならなかった選手もいるわけだな。これを多いと見るか、少ないと見るかは判断が分かれるところだけど、巨人の場合はものすごく活躍した逆指名選手もいる分、ギャップの大きさですごく目利きが下手に感じちゃうわね。余談だが、2005年の希望枠で獲得した福田聡投手は、2015年に発覚した野球賭博事件に関与したとして、無期失格の処分を受けているな。22人しかいない逆指名選手の中に、窃盗、裏金、賭博事件に関与してた選手がいるって、率高すぎじゃない。今回は中日の逆指名史を振り返っていくぜ。巨人、阪神、ヤクルト、横浜と来て、中日が5球団目ね。中日は逆指名制度をうまく使えてたチームだったの？中日の逆指名の歴史を一言で表すなら、少数精鋭だな。実は中日が逆指名で獲得した選手の数は10名で、これは12球団の中では近鉄に並んで10位タイの数。よく逆指名で苦戦した球団として挙げられる広島の8名と大差ない数字なんだ。同じセリーグの巨人、阪神、横浜と比べると、積極的に逆指名を利用できてたわけではないのね。そうだな。パリーグのダイエーや西武、オリックスが積極的に動いてたこともあり、中日は資金面でも対抗できていなかったようだ。特にダイエーはイケイケドンドンの戦略で、アマチュアの有望選手を次々に獲得してたもんね。逆指名時代の中日とダイエーは朝からぬ因縁があるんだ。1996年のドラフトでは、青山学院大学の井口忠人が超目玉と目されており、シーズン開幕前から井口獲得競争が加熱していたんだ。井口さんって大学時代からそんなにすごい選手だったの？井口選手は大学1年の秋のリーグ戦で、東都大学リーグ史上2人目の三冠王を獲得。2年時にはリーグ記録となる1シーズン8本塁打、年間12本塁打を放ち、現在でも破られない東都大学通算24本塁打という記録を残してるんだ。東都大学史に残るスラッガーだったのね。余談だが東都大学の通算本塁打のランキングには、2位タイに日本大学村田修一の20本、4位にアジア大学岩本隆弘の16本、5位タイでアジア大学松田信弘らが名を連ねている。後にプロで活躍した村田、松田選手たちでも遠く及ばないほど、井口さんは抜けた存在だったんじゃない。それでいてプロでも2度の盗塁王を獲得した脚力に加えて、ポジションは遊撃手。96年のアトランタオリンピックでは同じくドラフトの目玉ショートであった東洋大今岡誠、日本生命福留孝介と共に代表選出されたが、福留をサード、今岡をセカンドに追いやり、井口選手が代表では遊撃のポジションを担ったんだ。後にドラ1で指名されるアマチュア最高峰の遊撃手たちを押しのけて、ショートを任されてたなんて凄すぎるわ。打者としてだけでも十分ドラ1候補なのに、走手でも高い能力を有してたとなると、争奪戦も必死ね。この井口選手獲得にご熱心だったのが、当時の星野仙一監督だ。星野さんのチーム強化戦略はショートの有望株を獲得することから始まるもんね。詳しくは、中日伝説の黄金ドラフト期の動画を見てほしいが、90年代の中日は遊撃手の逸材獲得にご熱心であった。確か荒木正弘、森野正彦、井端弘和、福留孝介を連続で獲得してたのよね。そうだな。その背景には92年から立浪和義がセカンドにコンバートされたことも影響している。高卒1年目で遊撃手のゴールデングラブ賞を獲得した選手が、プロ5年目にはポジションを変更せざるを得なかったのは大きな誤算じゃない。余談だが立浪選手は守備範囲に課題があったとされ、ある研究では遊撃手の守備得点が大幅なマイナスを記録している選手なんだ。落合博満さんも遊撃手時代の立浪選手の守備を見て、厳しいと思ったと回想されてることもあったもんね。話を井口選手に戻すと、星野監督は96年の球団年賀式で、今年のドラフト1位は井口で行くと早々に宣言するほどのご熱心っぷり。11月には球団代表、代表補佐、法本編成部次長、水谷博明スカウトの4名で交渉に乗り出し、
来年からのドーム時代に井口くんの存在は必要不可欠。名古屋のドラゴンズを脱皮し、プロ野球のドラゴンズに育っていくにはぜひとも必要だ、と口説いたそうだ。幹部総出でリクルーティングを行うほどの誠意で、井口選手に猛アタックしたんだ。一部の報道では井口選手が中日を逆指名するとの噂も流れたが、結局井口選手は大栄を逆指名。これを聞いた星野監督は怒り狂い、全く関係のない秋季キャンプ中の選手たちを罰走させたそうなんだ。とんだとばっちりじゃん。実はこの96年のドラフトで中日は九州共立大の柴原博選手の獲得にも乗り出していた。柴原選手って、ホークスの切り込み隊長として活躍した選手じゃなかったっけ？そうなんだ。柴原選手は福岡県出身で、大学も地元の九州共立大学とバリバリの福岡っ子で、地元のホークス入団を強く希望していたんだ。ただ、96年の大栄は前述の井口選手だけではなく、新日本製鉄機密松中信彦も逆指名で獲得することが決まっていたんだ。とんでもない神がかったドラフトじゃないの。そのため星野監督は柴原選手の2位指名での獲得を強く望んでいたが、柴原選手は大栄がダメなら社会人のローソン公式野球部に入部することを公言したんだ。ローソンって野球部あったのね。もともとは大栄系の企業だったリクルートの公式野球部を1995年にローソンが引き継いだものだな。ガチガチの囲い込みじゃん。さすがにこの状況では指名拒否のリスクが高いと判断し、中日は柴原選手の指名を断念。結局この年は逆指名の枠を一つも使えずに終わったんだ。その後の井口、柴原選手の活躍を考えると、選手を見る目はあっただけに、歯がゆいドラフトとなってしまったのね。罰走を命じたのは許容できないけど、それだけむしゃくしゃするほどの要因があったってのは理解したわ。ただ冒頭にも話した通り、何も逆指名では悪いことばかりではなかった。97年には明治大川上健進、98年は福留、NTT 東海岩瀬ひとき。少し期間は空が2005年は豊田吉見和樹らを獲得しているんだ。10名中4名が個人タイトルを獲得するほどの超大物選手ばかりじゃないの。カズーチャータレと言わんばかりに、毎年のように複数名逆指名選手を獲得しながらも、全く戦力化できない某球団と比べれば、これはこれでありだったようにも思えるな。逆指名選手は入団時の契約金とか年俸が高騰しがちだから、無理に制度を使わないのも賢明な判断だよね。実際95年は荒木、96年は森野、99年は朝倉健太など、高卒選手を上位指名して戦力を強化してたりするからな。資金の問題なのか、意中の選手に振られたのか、はたまたお眼鏡にかなう代謝の選手がいなかったのかはわからないけど、いい割り切りができてた時期もあるのね。前置きがかなり長くなったが、ここからは中日が逆指名で獲得するも戦力にならなかった選手たちを個別に紹介していこう。まず一人目に紹介するのは、1993年に逆指名2位で獲得した明治大学の鳥越雄介選手だ。逆指名制度元年に獲得した選手ね。前述の通り、90年代の中日の遊撃手事情は92年に立浪がセカンドにコンバートされ、正遊撃手が不在となっていた。この93年はセカンドからコンバートされた22歳の種田仁が全試合に出場し、2割5分4厘、10本塁打を記録して、初のオールスター選出された年でもある。一応時期ショートのレギュラー候補が誕生した年でもあるのね。ただ、後の種田選手のキャリアからもわかる通り、種田選手は結局二塁手としてキャリアを歩んでいく選手だ。おそらくだけど守備力に難を残していた可能性があるのね。また打撃に関しても30歳以降に開花することになるが、キャリア通算で見るとレギュラーとしては物足りないものになっている。そのことから察するにそもそものポテンシャル自体は待機というわけではなさそうね。名バイプレイヤーではあるが、遊撃手という超重要なポジションを、中長期的に任せるにはやや心もとない選手であったと考えるべきだろう。後の中日が示してる通り、ショートの選手は重複しても他のポジションに移せばいいし、上位指名のリソースを使って遊撃手を獲得してもいい状況だったのね。鳥越選手は学生時代に小久保、井口らと共に日米大学野球選手権の全日本に選ばれるなど、注目度の高い選手であった。身長189センチの大型遊撃手であり、当時の高木森道監督からは長打が打てて守れる2番ショートと期待されたんだ。今でいう巨人の坂本隼人選手みたいな感じをイメージされてたのね。大きな期待を受けた鳥越選手だったが、プロ入り後は打撃で大きく苦戦することになる。1年目は73打席で OPS561、2年目は75打席で505といった具合にだ。仮に守備が良かったとしても、感化できない打力ね。
プロ3年目には238打席に立って、打率2割7ブロクリン、3本塁打、OPS707 とその後のキャリアを含めて自己最高の打撃成績を記録した。ただ当時の中日の本拠地名古屋球場はセリーグの中でも得点が入りやすい球場であり、球場補正も考慮するとギリギリ9打点の成績と言っていいだろう。打てるショートにはなれなかったのね。ただ、鳥越選手は97年224試合に出場し、守備率9割9分7厘という遊撃手の歴代最高記録を樹立。346度の守備機会で、わずか1回の失策という鉄壁ぶりであった。ショートで守備率9割9分7厘ってすごくない？しかしながら鳥越選手もまた立浪選手と同様に、守備範囲に問題を抱えていた可能性も高い。とある調べによると、NPB で2600イニング以上遊撃手を守った115名のうち、鳥越選手の通算守備得点は歴代97位に当たるそうだ。下から数えた方が早いくらいじゃない。もちろんこの記録はベテランになって守備が衰えてからの記録を含む場合と、早々にコンバートされた選手も含むので参考程度だが、それにしても見逃せない数字だ。余談だが中日関連だと立浪選手が110位、宇野勝選手が114位にランクインしている。立浪選手はかなり若い頃の数字だけなのに、それでもかなり下位だったのね。また鳥越選手は97年の11月にプロ野球脱税事件への関与が発覚。裁判で鳥越選手が、世間を騒がせてすいませんでしたと陳述したところ、裁判官から、あなたは脱税という法律違反を犯し、その罪を悔いて反省すべきなのだ、世間を騒がせたから申し訳ないという言葉からは、本当に罪を自覚しているのか、極めて疑問だと言わざるを得ないと、厳しい言葉を投げかけられたそうだ。テレビや SNS で謝罪する人の中にも、謝ってる対象が被害者や関係者じゃなくて、世間に対してのものってのはよくあるよね。川原誠裁判長は、たとえ、鳥越被告が、3割5分等とも関係ない。社会人として、してはならないことを忘れてしまうと、グラウンドで活躍できなくなる、との言葉も添えたそうだ。本業で取り返すなんて言葉を口にする人もいるけど、罪に対する償いと本業とは別物だしね。このことで鳥越選手は執行猶予3年の懲役10月と罰金400万円を言い渡され、NPB からも開幕4週間の出場停止と制裁金100万円の処分を受けたんだ。かなり重い処罰額だったのね。余談だが、この時ショートのポジション争いをしていた種田選手も出場停止3週間と制裁金50万円を課されているな。問題児だらけじゃない。中日は2人の遊撃手候補が出場停止になったことを受けて、阪神からくじてる吉選手をトレードで獲得。また韓国のイチローと言われたイジョンボム選手も獲得していたため、鳥越選手の復帰後の出場機会は激減。98年のドラフトではアマチュアナンバーワン遊撃手と言われた福留選手を獲得したこともあり、鳥越選手は99年のシーズン途中にトレードで大A に移籍したんだ。中日で主力として活躍したと言えるのは1年だけだったのね。たびたび紹介している通り、90年代の中日は遊撃手の補強に大きなリソースを割き続けることになる。それ自体は悪い戦略ではないが、当然そのように偏った補強を続ければ他のポジションの編成にしわ寄せとなって現れてしまう。捕手とかスラッガーとか先発投手とか、重要なポジションは他にもあるもんね。結果的には谷繁元信、タイロン・ウッズ、和田和弘、中村典弘らが移籍市場に出てきたため、事なきを得るが、編成的には綱渡りの感は否めない。仮に早い段階でショート問題が解決してれば、他のポジションに布石を打てた可能性もあるわけだしね。全体的な育成に遅れが出たという意味では、鳥越選手が獲得時に期待したような活躍をできなかったことは編成面も含めて痛かったと見るべきだろう。翌94年には日本ツーン名古屋の山田博士を逆指名2位で獲得する。山田投手は岐阜県大垣市出身で、大垣工業高校にも通っており、地元東海の逸材獲得となったわけだ。中日は12球団の中でも特に地域密着意識が強いイメージあるわ。東海圏におけるドラゴンズの存在は得意なものがあるからな。期待を集めた山田投手だったが、プロ入り後2年間は1軍登板機会ゼロ。プロ3年目にようやく1軍で10試合、41イニングを投げて、防御率 3.07、3勝、初完封を記録したんだ。即戦力ではなかったものの、高卒社会人は戦力化するまでに時間がかかるケースもあるから、ギリ許容できる成長曲線って感じかしら？ところがこの山田投手も脱税事件に関与していたことが発覚。執行猶予3年の懲役10月、罰金450万円、出場停止5週間、制裁金70万円の処分が下されたんだ。逆指名選手が2人とも脱税に関わってたの。まあ、逆指名選手ってことは若くして大金を持ってることが明るみになってるわけで、寄ってくる変な奴が大勢いるわけだな。
全く同情はできないけど、ハイエナが群がりやすい状況ではあったのね。98年のオフには右肘を手術することになり、そこから登板機会が激減。結局2001年のシーズン途中に、種田選手と共にトレードで横浜へ移籍したんだ。先ほどの鳥越選手も含めて、脱税事件に関与してた選手を粛清してるように思えるわね。この時トレードで獲得した春戸潮選手も、脱税で処分されてるぞ。今のは聞かなかったことにしてちょうだい。山田投手は横浜移籍後も大きな活躍をすることができず、2005年に現役を引退。全く戦力になれなかったわけではないけど、指名順位を考えると9大点には程遠い貢献に終わってしまったのね。余談だが山田投手は現役引退後、中日の打撃投手、マネージャー、監督付き広報、二軍総務などを歴任されている。地元出身の逆指名選手となると、引退後のケアも手厚いのね。アマチュアの有力選手が順位縛りしたり、地元球団を熱望する理由もその辺にあるのかもしれないな。逆指名制度導入後の2年こそ選手の見極めに失敗した感はあるが、中日はその後逆指名選手で戦力強化に成功していく。川上、福留、岩瀬と大ヒットドラフトを連発するもんね。95年に逆指名2位で獲得した門倉健投手も、2度の規定投球回数クリアと2桁勝利を達成。5年目にトレードで移籍したため、在籍期間は4年と短かったが、高い即戦力性を発揮したんだ。その後の大成功ドラフトがあるから物足りなく感じるし、高いリソースを考えれば十分とは言えないけど、トレードのコアチップになったことを考えれば、悪くはないわね。逆指名選手獲得の頻度は高くないものの、大きな成果を得ていた中日だったが、2000年に逆指名2位で獲得した東北福祉大学新井大達也投手は全く成果を上げられずに終わる。全くだったの？ああ。何せ在籍期間はわずか3年だけで、しかも登板機会がないままチームを去っているからな。え。期待の逆指名選手がどうしてそんな短命に終わったの？簡潔に言えば新井大投手は重度のイップスを患っており、キャッチボールすらままならない状況が続いていたんだ。下手したら故障以上に厄介なやつじゃない。新井大投手は1年目の春季キャンプの時点で投球に異変が生じており、ブルペンでも暴投を連発。投球がバックネットや隣の投球レーンの捕手を直撃するなど、まともな投球がほとんどできなかったんだ。そんな状態で硬球を投げるなんて、言っちゃなんだけど危険すぎるでしょ。新井大投手が投げたボールが捕手のミットどころか壁に直撃し、金属音が鳴り響いたのを聞いた隣の練習場にいたチームメイトが、多分新井大がやったなと容易に推測できるほど、チーム内では有名だったそうだ。失礼を承知で言うと、逆にどんな投球をしてたのか見たくなるわね。結局キャンプの中盤で二軍落ちした新井大投手だったが、全く改善が見られず、入団3年目のオフに退団したんだ。プロでも手に負えないと判断されたのね。そもそもドラフト上位にふさわしい投手だったの？新井大投手は東北福祉大学時代に仙台六大学野球のリーグ戦で通算10勝無敗を記録。4年春のリーグ戦ではチームを優勝に導き、全日本大学野球選手権で準優勝も経験している。当時のチームメイトで同級生の中には横浜に逆指名で入団した吉見雄二がおり、二人はダブルエースとしてチームを牽引。また他の同期には大学卒業後にヤマハを経由してオリックスに自由獲得枠で入団した加藤達夫もいたが、吉見、新井大がいたため、加藤投手はほとんど出番がなかったんだ。アマチュア最高峰の左腕が集まっていたチームにおいて、新井大投手はエース格だったのね。そんな投手がイップスでほとんど投球できなくなるなんて、プロの世界は怖いわ。余談だが、新井大投手は厚生学院時代に夏の甲子園青森県予選で、3年連続で決勝戦で敗れていることでも知られる投手だ。なんて不運のエースなの。新井大投手は関係ないが、後に八戸学院光星に校名を変えた後も、2011年の夏、12年の春、そして同年の夏の甲子園決勝で敗れ、史上初の3期連続甲子園準優勝という珍記録を作ってもいるんだ。高校野球史上最強のシルバーコレクターって感じね。いつか悲願達成してほしいものだわ。余談ついでに、新井大さんのご子息は二人揃って父と同じ八戸学院光星に進学。なんと兄弟揃って2022年の夏の甲子園に出場し、同じ試合にピッチャーとしてそれぞれ甲子園のマウンドに上がっているんだ。父が果たせなかった甲子園出場を、息子が叶えてくれたのね。特に次男の新井大博投手はプロ注目のピッチャーでもあるので、ひょっとしたら父が成し遂げられなかったプロでの活躍も実現してくれるかもしれないな。その後の中日の逆指名氏はというと、2004年に JR 九州の樋口辰巳投手を自由枠で獲得しているんだ。なんかすごく期間空いてない？98年に福留と岩瀬、2000年に新井大、そして2004年に樋口投手と、この間は逆指名枠の利用には消極的だな。
その間って、松坂世代の大卒組のドラフトがあっただけに、もったいなく感じるわ。その辺の話をしだすと長くなるが、2000年代前半の中日は高校生をドラフト上位指名する戦略をとっている。この時期のドラフトについては、平成の中日失敗ドラフトでも解説しているので、詳しくはそちらを見ていただきたい。失敗ってもろに言っちゃってるけどね。またこの4年ぶりに逆指名制度を利用して獲得した樋口投手も、登板機会がなくわずか3年で退団しているんだ。樋口投手については、一瞬で消えたオールドルーキーたちでも解説したよね。超速戦力を見込んだ29歳のオールドルーキーが怪我に悩まされて、一軍登板ゼロで退団するっていう、前代未聞の結果になったんだっけ？そうだな。しかも当時のスカウト部長が横浜高校の涌井秀明投手の獲得を強く推していたにもかかわらず、それを振り切って即戦力ドラフトを敢行しての結果だからな。洗い台、樋口投手の両投手は登板なく、先行投手の高校生ドラフト上位組も戦力にならないって、なかなかに暗黒ドラフトが続いてるわね。そのしわ寄せは2010年代の戦力低下につながっていくわけだが、それはまた別の機会にお話ししよう。中日の逆指名師の話を続けると、2005年に希望枠で獲得した吉見投手は、入団後間もなくエースと呼ぶにふさわしい活躍でチームを牽引。落合ドラゴンズ黄金期の後半は間違いなく吉見投手が中心だったもんね。川上投手から受けたエースのバトンをしっかり繋いでくれたからな。そして逆指名制度最終年となった2006年のドラフトでは、希望枠で東洋大の田中大輔捕手を獲得したんだ。谷繁捕手の後継者候補を獲得したってわけね。ご名答。当時の中日の捕手事情はというと、正捕手の谷繁選手はすでに36歳に達しており、いつ成績が大幅に悪化してもおかしくない状況であった。またバックアップは小田康平が務めていたが、打力に乏しく、また年齢が29歳であったため、次期正捕手候補としては見込みづらい。2001年のドラフト1巡目の前田明宏選手は伸び悩みで、同年3巡目の田上秀則選手はすでに戦力外になっており、次世代の正捕手候補が不在だったんだ。黄金時代真っ盛りだったけど、実は暗黒時代も隣り合わせの状況だったのね。それゆえにこのタイミングで田中選手を獲得したことは、どういったタイプの選手を指名するかという意味では適切だったようにも思える。ちなみにこの年の高校生ドラフト3巡目では、高校屈指の強打の捕手と言われた横浜高校の福田信正選手も獲得しているぞ。捕手に多くのリソースを割いた年だったのね。正捕手候補として期待された田中選手だったが、プロの壁にぶつかることになる。最多出場は2008年の17試合。入団後8年間で通算56試合のみの出場にとどまり、2014年オフには中日を退団しているんだ。そもそも全然出番をもらえてないじゃない。オリックス移籍後も2年連続で1軍出場1試合のみに終わり、現役を引退している。通算89打席で、打率1割7分7厘、OPS495 からもわかる通り、打撃に弱点を抱えている選手であった。実は東洋大学時代も、一度もリーグ戦で打撃充血に入ったことはなく、アマチュア時代ですらあまり打撃を得意としていなかったんだ。いくら星とはいえ、一定以上の打力を持ってないと使いづらいもんね。ご存知の方も多いだろうが、谷繁選手が力を落としてからのドラゴンズは捕手の人材難に悩まされるようになる。2020年代になって木下拓也選手が台頭するまでの間、長らく正捕手不在の期間が続いたもんね。もちろん田中選手だけの問題ではないが、捕手の世代交代が失敗した一因となったことには違いない。また補足するとこのドラフト以降、中日は2013年に3位で勝来より捕手を獲得するまで、3位以上で捕手を指名していないんだ。田中、福田選手に捕手の未来を託したから、その後はリソースを割かなかったのか。捕手の場合はどうしてもチーム内で出場機会を分け合うことが難しく、一度正捕手候補を獲得すると、なかなか次の捕手を指名しづらくなってしまう。それだけに捕手の上位指名選手を獲得する際は、事前のポテンシャルの見極めが重要になるわけね。2000年代前半から中盤までに捕手に大きなリソースを割きながら、誰一人一軍の戦力にできなかったのは非常に痛かったわけだ。今回は横浜が逆指名で獲得しながら戦力になれなかった選手を紹介するぜ。巨人、阪神、ヤクルトに次いで4球団目ね。横浜は逆指名で結構な人数を獲得してるイメージだから、掘り下げてくの大変そうね。横浜が獲得した逆指名選手の数は合計18名だ。これは巨人の22名、阪神の19名に次ぐ、3番目に多い数なんだ。それだけお金はかけてたのよね。投資に見合ったリターンがあったのかは別だけど、結構大外れに終わった選手は多いからな。横浜の逆指名選手で、大成功した事例は誰なの？
野手で最大のヒット作は2002年に自由枠で獲得した村田修一、投手なら1996年の逆指名1位川村武夫だろう。なるほど。二人ともいい選手ではあるけど、長年にわたってリーグの趨勢を変えたというほどではないわね。そうなんだ。村田選手にしても、川村投手にしても、単年だけリーグ最強クラスの成績を残してはいるが、継続性という意味ではやや物足りない部分もある。村田選手に関して補足をすると、キャリア序盤は飛ぶボールであったことと本拠地ハマスタがヒッターズパークであることも考慮すると、実は図抜けた存在であったのは、2年連続で本塁打王を獲得した2007、2008年くらいだけなんだぜ。当時のセリーグの三塁手はヤクルトに岩村明則、巨人は小久保博樹、小笠原道博、広島に新井貴博、中日に中村範博、森野正彦とか、いいサードが多かったもんね。コーナーポジションには打力に優れる選手が多いので、打撃だけで他チームの同一ポジションの選手と差をつけるのは難しいからな。内川誠一、ブランコ、筒香嘉智、宮崎敏郎、ロペスなど、コーナーポジションで打力に優れる選手を定期的に輩出してるけど、センターラインで打てる選手がほとんどいなかったから、実はチームの得点数は伸びないって構造がずっと続いてる球団だもんね。ましてや、守備でも差をつけられる二遊間の選手を配置してた時期も長いからな。おっと、これ以上言うと単なる編成への不満になっちゃうわよ。いやいや、センターラインの選手にリソースを割かない問題は逆指名選手に関しても現れているんだ。横浜の歴代逆指名選手の中で、捕手、二遊間、センターを担えた選手は93年の逆指名2位で獲得した春俊夫選手だけだな。98年に日本一になった時の2番センターの選手ね。確かにそう言われると、それ以外にセンターラインの選手はいないね。てか、春選手と村田選手以外は全員ピッチャーじゃないの。そうなんだ。巨人が西俊久、新岡智博、阿部慎之助、阪神が今岡誠、鳥谷隆、ヤクルトが宮本慎也と、ライバル球団が後の大黒柱となるセンターラインの選手たちを、逆指名で獲得したのとは対照的に、横浜は投手に多くのリソースを割いている。本拠地が得点の入りやすい球場だったこともあって、得点数と失点数だけを見て、投手が逆転って分析に陥りやすかった側面もあるのよね。もちろん市場の兼ね合いや獲得競争に敗れた面もあるだろうが、もう少しセンターラインの選手に上位指名のリソースを割けなかったのかと思ってしまうな。パリーグを見ても、大栄が井口忠人、オリックスが谷義朋、平野圭一、ロッテが里崎智也、近鉄が高須洋介らを獲得できてたことを考えれば、市場に選手がいなかったわけでもなさそうだしね。と、まずは全体の指名傾向に関するしくじりポイントを指摘させてもらったぜ。ここからはここの指名選手の紹介とレビューを行っていこう。逆指名制度元年となった1993年は、関東学院大学川原雄一、熊谷組春俊夫と二人の選手を獲得した。巨人編の時も紹介したけど、川原投手は当時のアマチュアナンバーワン左腕との呼び声も高かったのよね。そうだな。多くの球団が獲得競争に乗り出し、巨人も獲得を試みたが、横浜市出身の川原投手は地元のベイスターズを逆指名したんだ。逆指名初年度は巨人を出し抜いて、期待の逸材を獲得できたわけね。期待が大きかった川原投手であったが、制球難もあり、プロでは先発ではなく救援としてのキャリアを送ることになる。1年目は14試合、2年目は9試合の登板に終わると、サイドスローに転向し、対左打者用のワンポイント起用が主となっていくんだ。ドラ1がその貢献の仕方はきついわね。3年目はリーグ最多の66試合に登板したものの、48回3分の2で24四球を与える制球難もあり、防御率は 6.29 と振るわなかったんだ。ワンポイントフォアボーラーになってるじゃない。その後も左殺しを期待されて毎年一定の登板機会を与えられたが、結果を残せずに、2004年に戦力外通告を受けたんだ。通算で271試合に登板したが、投球回数は登板数を下回る245回3分の1で、よし965、防御率 5.76 と、大きく期待を裏切る結果となってしまった。下位指名選手だったとしても、9大点を与えられない成績ね。というか、上位指名選手だからここまで起用されたけど、無名選手だったらここまで長いキャリアにならなかったかもしれないわ。余談ではあるが、引退後は球団職員を経て、スカウトに転身。自身が担当した選手の中には、佐野啓太、大貫慎一、牧秀悟、砂田義樹など、後の主力選手が多数いるんだ。スカウトとしての貢献度はとんでもないじゃない。翌94年は逆指名2位で神戸製鋼米正秀投手を獲得している。太陽横浜入団拒否誌でも紹介したわよね。詳細はそちらで見てもらうとして、簡単にご紹介しよう。米投手は最強高校時代に横浜太陽ホエールズから5位指名を受けているんだ。
だが、当時は自信がなかったことと、開始名であったこともあり、入団を拒否して社会人に進む選択を行った。神戸製鋼時代には3年連続で都市対抗野球に登板するなど、順調に成長し、94年のドラフトで横浜ベイスターズを逆指名したんだ。史上初にして唯一の入団拒否をした球団を逆指名しての入団になったのよね。即戦力の期待も高かったが、1年目は41回3分の1を投げて防御率 4.57、2年目は49回3分の2を投げて防御率 5.80 と、期待に応えられず、また97年には春選手らと共に、プロ野球脱税事件に関与していたことが発覚。そのため98年は3週間の出場停止処分を受け、自身初の一軍登板なしに終わり、チームの38年ぶり日本一の歓喜の輪には加われなかったんだ。自分がいなくてもチームが回ってるのを見るのは辛かったでしょうね。結局その後も主戦力になることはなく、2002年をもって現役を引退。通算154イニングで防御率 4.44、4勝と、リソースに見合った活躍とはならなかったんだ。続く1995年に逆指名で獲得した同志社大学細見和志、日本通運関口伊織の2人の投手も、思ったような成果を上げられずに終わる。98年に日本一になったチームの割に、その直前のドラフトではあまり望んだ成果を得られてなかったのね。98年の優勝時は、逆指名制度導入以前の87年から92年にかけて獲得した選手が中心となっているんだ。どちらかというと問題は、90年代半ばのドラフトであまり戦力を上積みできなかったことで、2000年代の選手層が薄くなっていったことだろう。チームはこの後右肩上がりに成績を伸ばしていくけど、実はその裏で暗黒時代も近づきつつあったのね。話を95年に戻そう。逆指名1位で獲得した細見投手は北佐賀高校時代の3年夏の京都府予選で、6試合に登板して4完封、防御率 0.00 という驚異的な成績でチームを甲子園に導いているんだ。援護がないという言い訳は防御率0点台の投手だけが言える落ちで言ったのね。同志社大学進学後も主戦格として活躍し、ベイスターズのドラフト1位を勝ち取ったわけだ。いわゆる野球エリートだったのね。ところがプロ入り後は故障にも泣き、最初の4年間での登板は1年目の1試合のみ。プロ5年目の2000年に1軍で62回を投げて、防御率 3.34、5勝をマークして、ようやく戦力になったが、残念ながらこれがキャリアハイになってしまう。2001、2002年は登板機会が減り、2002年オフにはトレードで西武へ移籍することになったんだ。新三大横浜の失敗格差トレードでも紹介したけど、その時に石井義人選手を放出しちゃったんだっけ？ああ。結果的にこのトレードは横浜にとって実りのないものに終わってしまう。細見投手は移籍した西武でわずか2試合の登板機会しかなく、1年で戦力外通告を受ける。その後は阪神の入団テストを受けて合格するも、タイガースでは登板機会がなく、ここでも1年で戦力外となってしまったんだ。トレードのチップになったり、戦力外でも拾ってもらったりと、ポテンシャルは高かったんでしょうけど、才能が開花することなく終わったのね。95年の逆指名に関口伊織投手は、当時の NPB の規定上限である契約金1億円と出来高払い金5000万円、年俸1200万円で獲得した選手だ。それだけ期待が高かったのね。関口投手は1年目に先発、救援の両方で起用され、43登板で投球回数112回3分の2、防御率 3.67、奪三振数108、5勝をマークした。おお、結構いい成績じゃないの。2年目も先発11試合を含む60試合に登板して、108回3分の2、防御率 3.56、5勝を記録して、チームの8年ぶりの A クラス入りに貢献したんだ。なんだ、しっかり即戦力になった投手もいたんじゃないの。一見すると9大点の働きに見えるが、関口投手もまた制球難を抱えた投手であった。1年目は規定投球回数に到達ながら、リーグ最多の68四球を記録。そのため対戦打者に占める四死球の割合を示す BB パーセントは 14.1% となっている。BB パーセントってリーグ平均がだいたい 8% だから、平均の倍近く四球を与えてたってことね。ここまで四球が多いとたとえ高い奪三振を記録しても、その利得が相殺されてしまうんだ。この高い BB パーセントはキャリアを通じて改善されず、横浜加入最初の3年間の BB パーセントの推移は、14.1、11.8、10.3% と平均以上を推移。キャリア通算でも 12.9% と、平均を大きく上回るものであった。昔は球速は才能なんて言ったけど、今は近代的なトレーニングなんかで球速はむしろ後天的に伸ばせるようになったじゃない？でも制球ってなかなか後から強制できないし、繊細さとか器用さが求められるコントロールの方が才能な気がするわ。
野手でいう飛距離とコンタクト力も似たようなところがあるな。当たれば飛ぶが当たらないが続いて、秘密のまま終わる秘密兵器も多いもんね。結局関口投手は制球難を改善できなかった影響か、99年は未登板、2000年もわずか3試合の登板に終わる。すると2001年4月5日に近鉄へトレードされてしまったんだ。最初の2年間はまずまずだったけど、トータルでの貢献度は微妙なものに終わったわけか。逆指名選手で思うような成果を得られなかった横浜だが、ようやくヒット作が生まれる。96年の逆指名1位で獲得した日本石油川村武雄投手が大活躍したためだ。冒頭でも紹介した、横浜の逆指名選手史上最高の投手ね。川村投手はプロ1年目に規定投球回数に到達し、防御率 3.32、10勝7敗の活躍。2年目は援護に恵まれず8勝ではあったものの、146回3分の1、防御率 3.32 と前年と変わらぬ成績で、チームのリーグ優勝と日本一に貢献したんだ。入団して即先発ローテの一角として活躍する、曲がうことなき即戦力投手じゃないの。さらに3年目は17勝、183イニング、防御率 3.00 といずれもキャリア最高となる成績を記録、オフには年俸1億円を勝ち取ったんだ。その後はやや成績を下げてしまい、2004年以降は救援投手に転向している。大卒社会人がゆえにピークは短かったが、当時チームに求められていた即戦力の働きで、チームの順位を押し上げたことを考えれば、十分な成果が得られた逆指名選手と言えるだろう。石井拓郎、谷重元信、鈴木貴則らを中心とした野手陣の油が乗ってきたタイミングで、即戦力投手を加えて一気に優勝を目指す。上位指名で大卒社会人投手を獲得する時の理想的な形って感じね。同じ96年に逆指名2位で東海大学森中正夫投手を獲得している。森中投手は99、2000年に2年連続で40試合以上、防御率2点台を記録したが、一軍で貢献したと言えるのはその2年のみ。通算189登板、244回3分の2と、上位指名のリソースを考えると、物足りないキャリアとなってしまった。点でダメって投手は少ないけど、救援での活躍が多かったり、一軍戦力になれた期間が短期的な投手が多いわね。この傾向はその後の指名でも続いていく。1998年は逆指名2位で法政大学矢野英二を獲得。99年の開幕前には巨人の上原浩二と並んで新人王の最有力とも言われた、快速球投手であったが、1年目は先発8試合を含む30登板で、64回3分の1を投げて防御率 6.16 とプロの洗礼を浴びたんだ。さらに2年目には右肘靭帯の断裂という重傷を負い、手術を行ったこともあり、2001年から2003年にかけての一軍登板はなし。結局2004年には近鉄にトレードされたため、横浜ではほとんど成果を上げられなかったんだ。なんか近鉄が横浜で苦労した投手の救済先みたいになってるわね。99、2000年は2連続で逆指名2位で築かずし、吉見雄二と投手を獲得している。ちなみに98年の1位はトヨタ大谷高校古木克明、99年の1位は PL 学園田中和則、そして2000年は大分工業高校内川誠一と、高校生野手に最上位のリソースを割いているな。世代交代を意識した主力候補の野手を獲得しつつ、手薄になりつつあった投手陣の強化も図るっていう、理想的なドラフトを行ったのね。獲得した選手のポテンシャルの見極めは置いといて、どういうタイプの選手を獲得すべきかという点では当時のチーム状況にマッチしてたように思えるな。戦略は悪くなかったのよね。潜在能力の見極めと、その後の育成を置いておけば、個別のレビューに戻ろうか。木塚投手は1年目に48試合に登板し防御率 2.89、7勝18セーブを上げ、即戦力となった。2年目にはなんと69試合に登板して、90回3分の2を投げて、防御率 2.48 と貢献度を高め、月間 MVP と最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得したんだ。とんでもないフル回転っぷりじゃないの。その後は金属疲労の影響もあって成績を落とすこともあったが、2004年から2007年にかけて4年連続で50試合以上に登板。引退した2010年までに通算で490登板し、防御率 3.35、35勝、24セーブ、88ホールドを記録したんだ。息の長い救援投手になったんじゃない。ただ救援投手であったため、単年での貢献度は先発に比べると非常に小さいものであったことも忘れてはいけない。木塚投手の場合は奇跡的に長期間活躍することができたとはいえ、通算の投球回数は462回3分の1である。先ほどの川村投手が最初の3年間で消化したイニング数とほぼ同じね。救援の場合はどうしても量的な貢献度が限られてしまう。そのため上位指名のリソースを使ったことを考えると、どうしても指名順位に見合った貢献にはなりづらいんだ。
ドラフト上位指名選手には先発投手か野手の主力選手を求めたいところよね。量的な貢献度という点では、2000年に獲得した吉見投手はもう少し評価されるべきかもしれない。吉見投手はプロ2年目288回を投げて、防御率 3.64、11勝をマークした。奪三振能力が平凡であったため、クオリティの面で物足りなさがあったものの、2002年から2009年にかけて7度の年間80イニング以上を消化している。先発ゆえにどうしても救援投手と比べると防御率や K パーセントなどは低くなってしまうが、総合的な貢献度は先に紹介した木塚投手よりも上と言えるだろう。近年の NPB では救援投手が高く評価されがちだけど、質と量の両面から投手を評価すべきよね。吉見投手は正直ドラ2にしては物足りなさはあるけど、当時の横浜投手陣の層が非常に薄かったことを考えると、数字以上に貢献度はあるし、ましてやそれ以前の逆指名投手たちの結果を考えたらな。吉見投手は2010年のシーズン途中に金銭トレードでロッテへ移籍している。移籍先のロッテでも、良くも悪くも横浜時代と似たような投球成績を残し、2013年にロッテを戦力外。その後は阪神と契約したが、登板機会はなく、2014年に現役を引退されているぞ。次に紹介するのは2002年に自由枠で獲得した法政大学土井良太郎投手だ。村田選手と同じ年にもう一人自由枠がいたのね。実はこの土井投手の獲得をめぐっては、ドラフト前に色々と問題が発生したんだ。なんだかワクワクさせてくれそうな揉め事があったみたいね。この2002年はというと、いわゆる松坂世代が大学4年生に当たる年で、ドラフト前から大豊作と期待されていたんだ。早稲田大学の和田剛、九州共立大学の荒垣渚、アジア大学の長川克弘、木佐貫博史投手とか、後にプロで大成した選手が多かったもんね。実際この年は多くの球団が大卒選手に自由枠を使用しており、その数なんと12名。ドラフト前から各球団のスカウト、フロントによる争奪戦が展開されていたんだ。人もお金も動いてそう。横浜は当初日本大学村田修一、東海大学久保優也、立教大学多田野和人らの獲得に力を入れていたんだ。あれ？土井投手の名前がないじゃないの？実は横浜は早い段階で久保投手の獲得が内定していたとされる。その背景には当時の横浜のチーフスカウトで、東海大出身長谷川邦俊氏が深く関わっていたそうだ。OB スカウトを使って、ガチガチに固めてたのね。何せ2001年のドラフトで、ベイスターズが東海大学の小田島正久に捕手を3巡目で指名したのは、久保投手獲得のための布石であったとされるくらいだ。そこまで用意周到に準備して、なぜ久保投手は巨人の自由枠になったの？どうやら横浜の球団内では、久保投手よりも村田、多田野選手の二人の方が評価が上だったようだ。しかも降格降下、村田、多田野両選手から自由獲得枠で横浜に入りたいという意思表示を受けたそうだぜ。どうせ全員から OK もらうことはないと思って、いろんな人に告白してみたら、案外全員から OK もらえて困惑しちゃう、ライトノベル原作のアニメみたいなご都合展開ね。これを受けて、横浜は自由獲得枠を村田、多田野投手に使うことを決定。ほぼ内定状態だった久保投手に一方的に断りを入れてしまったそうだ。久保投手がかわいそうすぎるでしょ。これには久保投手を担当していた長谷川スカウトが激怒。球団との関係が悪化してしまい、翌年の夏にはベイスターズを退団し、その後は巨人のフロント入りするまでの事態に発展したんだ。それで久保投手も巨人入りすることになったわけね。一説によると、このことで横浜と東海大学の間に亀裂が入ってしまい、以降の東海大学出身選手の指名が途絶える原因になったとされている。お膝元の神奈川にある強豪大学の選手を指名できないなんて、もったいなさすぎるじゃない。まあ、2010年のドラフトで東海大出身の荒波翔選手を獲得してるので、単に東海大出身の選手でチーム事情に合う選手がいなかっただけでは？と思うがな。因縁とか、出禁とかその手の噂話が好きな人は多いもんね。そしてこの話にはまだ続きがある。横浜が自由枠で獲得する予定だった多田野投手が、プライベートでちょっとした騒動を起こしてしまい、多田野投手の獲得を見送ることになったんだ。そっち系のビデオに出演しちゃったのよね。現代だと、そのことを理由に指名を見送ったことが大問題になりそうだけど、これにより、ベイスターズは自由枠が一つ余ったため、当初4巡目で指名予定だった土井投手を繰り上げる形で自由枠で獲得することになったんだ。当該選手には失礼だけど、逆指名ドラフト時代はこの手のゴタゴタがあるから、聞いてて面白いわ。土井投手ももちろんアマチュア時代に実績を残した投手で、2年の春と秋には東京六大学リーグのベスト9を受賞。しかも同学年の和田、ただの、西武に自由枠で指名された慶応大長田修一郎らを抑えてのものである。
あくまで他の選手と比べて優先順位が高くなかっただけで、しっかり実績があった投手だったのね。土井投手の1年目は1軍でわずか3試合の登板に終わる。2年目は先発3試合を含む16登板、3年目は先発7試合を含む13登板と、一定の登板機会を与えられたが、結果を残せずに1軍定着はならず、4年目となる2006年のシーズン途中にロッテへトレードとなり、横浜ではほとんど成果を上げられなかったんだ。自由枠で獲得した選手にもかかわらず、早々に見切りをつけられたのね。トレードの切符になり得たとも言えるけど、どうやら土井投手はプロ入り後にイップスを患っていたようで、なかなか苦しいキャリアだったようだ。イップスはメンタル面の影響も大きいっていうから、自由枠選手にしかわからない心労があったのかもね。その後土井投手は移籍先のロッテでは2年間で一度も登板がなく、2007年をもって現役を引退されている。同期の村田選手がチームの中心選手になっていったのとは、対照的なキャリアになってしまったな。たらればではあるけど、もし土井投手ではなく、当初の予定通りに久保、村田の両取りをできていたら、と、つい考えてしまうわね。歴史の if だな。久保投手が巨人入団後に即戦力として活躍し、先発、中継ぎ、時には抑えとして長くチームに貢献していたことを考えると、そう思うのも無理はない。ましてやライバル球団の主力選手になったとなると、なおさらよね。その後もベイスターズの受難の逆指名は続いていく。2003年は自由枠で日本文理大学吉川照明、三菱扶桑川崎森大輔の二人の投手を獲得した。森投手は、横浜出場機会ゼロ対談ドラ1氏でも紹介したけど、なかなか残念な結果に終わったのを覚えてるわ。こちらも詳しくは過去動画を見てもらうとして、簡単に説明しよう。森投手は七尾工業高校時代から県内有数の左腕として知られ、高校卒業後のプロ入りも噂された逸材だったんだ。だけど、どうしても獲得したかった横浜が、数年後の指名を約束して、三菱扶桑川崎への入社を進めたのよね。しかし森投手はドラフト解禁年となる社会人3年目に肘痛を患い、イップスまでも発症してしまう。投球練習すらまともにできてない状態にもかかわらず、囲い込みの責任を取る形で横浜が自由枠で獲得することになっちゃったのよね。横浜入団後もイップスは改善されることなく、なんと入団からわずか3年後に1軍登板することなく戦力外通告となってしまったわけだ。指名した方もされた方もやるせない気持ちになる人けんね。投手は野手以上に故障が多く、かつ選手としてのピークも短いポジションだ。そのため、3年後にドラフト上位指名を約束するなどというのは、あまりにもリスクのある判断だったように思えるな。3年経てばチームの状況も変わってるでしょうし、編成に合った適切なドラフト戦略を取りづらくなるという点でも、愚策に感じるわ。もう一人の2003年自由枠である吉川投手も結果を残すことができなかった。吉川投手は日本文理大学時代に、同大学初の全日本大学野球選手権大会優勝をチームにもたらしたんだ。その活躍が評価されて、日米大学野球選手権大会の日本代表にも選出されるなど、最終学年に急激に評価を高めた投手であった。しかし1年目の春のキャンプで体重100キロ超え、体脂肪率 30% という意識の低さを露呈。調整のまずさがたたったのか、1年目は45回3分の1を投げて防御率 5.35。2年目は41回を投げて防御率 8.34 と、散々な結果に終わったんだ。目も当てられないとはまさにこのことね。3年目以降は完全に見限られたのか、ほとんど1軍での登板機会はなく、2010年のシーズン途中にトレードでソフトバンク移籍となった。なんか今回の登場人物はトレードの交換要因になる選手多くない?なんだかんだドラフト上位指名選手だからな。他球団からすれば、うちならものにできると思うし、横浜としては無下にはできないって思いが働いて、トレード先を見つけてくるのかもしれないってことか。吉川投手はソフトバンク移籍2年目の2011年に、40試合に登板して防御率 2.41 と、キャリアハイの成績を残している。ただこの年はいわゆる統一球が採用された時期でもあり、投手有利な環境でもあった。そのことを考えると、2011年の好成績は差し引いて考えた方が良さそうね。その後吉川投手は2012年オフにトレードで横浜に出戻りとなる。ただ復帰1年目の2013年は1軍で21試合に登板して、防御率 7.43 と打ち込まれ、オフには戦力外通告を受けて、そのまま現役引退。厳しい言い方になるけど、ドラフト上位指名のリソースを割くほどのポテンシャルがあったかは、疑問が残るキャリアとなってしまったのね。2004年も自由枠で2人の投手を獲得している。なんか逆指名で選手獲得するペース上がってない。2004年の横浜は首位と20ゲーム差の再開となり、これで2002年から3年連続での再開となってしまったんだ。伝説の暗黒時代が始まっていたのね。
98年のメンバーも、ロバート・ローズ、谷繁、春、進藤達也、駒田則人、野村博樹らがすでにチームを退団。かつてのエース格であった斉藤隆はパフォーマンスを下げ、大枚をはたいて獲得した若田部健一、佐々木和弘らは低調な出来に終わるなど、チーム戦力を大きく低下していたんだ。加えてここまで話してきた上位指名選手たちもなかなか戦力になれないとなると、そりゃ勝てなくなるわよね。是が非でも即戦力投手が欲しかったが、2004年に自由枠で獲得した染田健作投手は、プロ入り後わずか2試合のみに登板しただけで、戦力外となってしまった。まさに即戦力外じゃない。もう一人の2004年の自由枠である那須野拓実投手も、なかなか癖のあるキャリアを送っているんだ。那須野投手は3年春の入れ替え戦では3回連続完投勝利でチームを一部残留に導くなど、そのタフさでも知られた投手だったんだ。今の時代にドラフト候補3日連続完投なんてさせたら、ネットが大荒れになりそうね。甲子園以上に大学の方が投手の酷使はひどいからな。那須野投手は4年春のリーグ戦で、5勝0敗、防御率 0.39 の活躍でチームを6期ぶりの優勝に導き、MVP、最優秀投手、ベスト9を受賞。その年に行われた世界大学野球選手権、日米大学野球の両方で日本代表に選出されるなど、大学ナンバーワン左腕との呼び声も高かったんだ。戦国トートと言われるほどレベルの高いリーグでこれだけやれたんだから、実力は本物と見て良さそうね。トート大学リーグ通算で見ても、22勝10敗、防御率 1.97 を記録するなど、継続性もあったからな。今度こそ救世主到来かと思われたが、プロ1年目はわずか8試合の登板で、防御率は 8.18 と振るわず。2年目は95回3分の1を投げて、防御率 4.06 とまずまずの成績ではあったものの、K パーセント 15.8、BB パーセント 11.8 と、三振は奪えず四球は多いといったありさまであった。救世主様はどこへ？プロ3年目の開幕直後には入団時の契約金が最高標準額を大幅に超える5億3000万円であったことと、1年目の年俸も申し合わせの2倍となる3000万円という事実が発覚したんだ。同じく裏金問題が明るみに出た巨人の高橋由伸、安倍晋之助選手らみたいにプロでも大成してたら金額に納得感出てくるけど、那須野投手の低調なパフォーマンスを知った後だと、ちょっと笑えないほどの大金よね。ちなみにこの時期のベイスターズは2003、2004年に2年連続で本塁打王を獲得した。タイロン・ウッズ選手が金銭面で折り合わずに退団し、中日に移籍している。もちろんベテラン外国人選手と、将来有望なアマチュア最高クラスの投手を天秤にかければ若い選手に投資をすべきではあるが、その後の両者のパフォーマンスを考えると、お金をかけるべきところを間違ったのではないかと、嘆くベイスターズファンは多いだろう。結果論やたらればはあまり言うものではないけど、にしてもひどい資金の使い方に感じてしまうわ。那須野投手は3年目には救援に転向し、63試合に登板して、防御率 3.79、4勝12ホールドとまずまずの成績を残したが、その輝きは長くは続かなかった。4年目は再び先発として起用されたが、80回3分の2を投げて、防御率 6.47、5勝12敗に終わっている。5年目は救援で12試合に登板しただけに終わり、オフにはトレードでロッテへ移籍。移籍先のロッテでは登板機会はなく、2011年をもって現役引退となっているな。かけたリソースも込みで考えると、横浜史上ワーストクラスの最上位指名選手になってしまったわね。長くなってきたので、詳細なエピソードは省くが、とにかく練習嫌いで有名な選手だったようだ。というよりは、良くも悪くも向上心や闘争心がなく、意地でも上り詰めるという気概のあるタイプではなかったといった方が正しいか。才能は間違いなくあったけど、プロで生き抜いていくモチベーションを見出せなかったって感じかしら。プロスポーツの世界で生きてくには、才能と情熱の両方が必要だからな。最後に紹介するのは2005年に自由枠で獲得した、本田鈴鹿高宮和也投手だ。ネットで話題になった伝説の水差し野郎ね。まあ、正直な感想を言えば、あの実況はさすがに選手へのリスペクトがなさすぎると思うがな。どのチャンネルが言ってるんだよって思われるかもだけど、私も同感よ。いくらなんでも選手に対して、荷物をカバンにまとめて横須賀にでも行け。誰も同情する人間はいない、こいつが悪い高宮でございますは言い過ぎよね。挙句の果てには、横浜の内野陣の気持ちを勝手に代弁してたからな。水差し野郎事件について知りたい方は、高宮和也、水差し野郎で検索してみてください。で、高宮投手のキャリアについて紹介していこう。高宮投手はプロ1年目に1軍で8度の先発を含む、18試合に登板して、防御率 6.83 と打ち込まれてしまう。2年目以降は左の救援要員として1軍入りしたが、22試合の登板で防御率 7.71 と振るわなかったんだ。
なぜ実況の人があれだけ高宮投手をこき下ろしたのか、分かってきたわ。結局その後も一軍で結果を残せないシーズンが続くと、2010年のオフにはトレードでオリックスへ移籍することになったんだ。横浜ではほとんど戦力になれなかったのね。オリックス移籍後2年間での登板数はわずか21試合。2013年1月には平野圭一の人的保障で阪神へ移籍することが決まったんだ。トレードのチップになったり、人的保障で選ばれたりと、やはりプロから見ると何か非凡な才能を感じさせる選手だったのね。阪神移籍後の2年間はあまり出番がなかったが、2015年の34歳にしてようやく才能の片鱗を見せることになる。この年は左打者に対するワンポイントとして起用されると、キャリア最多の52試合に登板して、防御率 3.03 を記録したんだ。横浜ファンはそれをやるならもっと早くにやってくれと思ったでしょうね。ただ忘れてはいけないのは、ワンポイントでの起用が主だったため、投球回数は35回3分の2と少なく、量的な貢献は乏しかったということだ。あなたもとんだ水差しやろうね。思わず、場を読めよと言われそうだな。高宮投手は翌2016年の登板数がわずか16試合に激減。2017年は一軍での登板機会がないまま、戦力外通告を受けて、そのまま現役引退となったんだ。大卒社会人にしては結構長いキャリアになったけど、本当に一軍戦力となったのは2015年だけだったのね。てか、今回長すぎじゃない。しょうがないじゃないか。戦力にならなかった選手たちを順に紹介してたら、こんなボリュームになったんだから。いたずらに動画の進行を遅くしたわけではないんだぜ。あなたさっきから某アナウンサーの過激発言実況を使いすぎよ。今回はヤクルトが逆指名で獲得しながらも戦力にならなかった選手たちを紹介するぜ。巨人、阪神編に次いで第3弾ね。ヤクルトはそんなに逆指名選手を獲得してないイメージだけど、まとめるほどの数はいるの？ヤクルトが歴代で獲得した逆指名選手の数は13名。これは全体で8番目の多さで、セリーグでは巨人、阪神、横浜に次いで4番目の数なんだ。栄養費問題が明るみになった3球団に次ぐ数なのか。広島が実質最下位なのは納得として、中日よりも多いのは意外だったわ。派手に使わないだけで、決して資金力がない球団ではないからな。立地も東京なので、在京志向が強い選手にとっては魅力的ではあるし。それでヤクルトの逆指名選手の成功率はどんなものなの？全く戦力にならないケースは少ないが、そもそものスケール感に乏しく、活躍が短期的なものに終わる選手が多い傾向があるな。ヤクルトの逆指名選手で最も大きな実りをもたらしたのは、野手なら宮本慎也、投手なら石川正則だ。両選手とも即戦力でありながら、長きにわたってチームを支え続けた選手だもんね。ただそれ以外の選手に関しては、中長期的にチームの主力になった選手は少ないんだ。特大の大当たりがいる一方で、チームのコアプレイヤーを数多く輩出したというほどではないのね。これからチーム事情も踏まえながら、逆指名選手の歴史を振り返っていこう。制度が初めて導入された1993年は2人の逆指名選手を獲得した。1人目は NTT 四国山部太投手だ。山部投手は1年目こそわずか67イニングで、1勝6敗、防御率 4.03 に終わったが、2年目の95年に大ブレイク。この年は自身初の規定投球回数超えとなる160イニングを投げて、防御率 3.83、16勝7敗の活躍で、チームのリーグ優勝、日本一に大きく貢献したんだ。2年目にしてエース級の働きを見せたのね。しかし残念ながらこの活躍がキャリアハイとなってしまう。3年目以降は肩の故障に苦しみ、シーズンを通した活躍ができなくなり、規定投球回数到達は0回。キャリア終盤は救援投手としての登板が主となり、徐々に貢献度を下げてしまい、2006年に現役を引退した。通算267登板、45勝、防御率 4.40 と、ドラフト1位にしてはやや物足りない成績となったんだ。2年目の大活躍や、その後も一定の貢献し続けたから悪くはないけど、ギリ球大点は与えられないといった感じかしら。ヤクルトが逆指名で獲得した投手はこのパターンのキャリアを送る投手が多いんだ。1999年に逆指名2位で獲得した早稲田大学藤井秀吾、2003年に自由枠で獲得した八戸大学川島亮投手らも似たようなキャリアを送っている。即戦力としては活躍したけど、その貢献が長くは続かなかったってこと？そうだな。藤井投手はプロ2年目に初の規定投球回数に到達して、防御率 3.17、14勝をマークして、最多勝、最優秀投手、ベストナインのタイトルを獲得。2001年のヤクルトのリーグ優勝と日本一に大きく貢献したんだ。なんだかさっきの山部投手みたいな活躍ね。
藤井投手の場合はその後も2002、2005年に規定投球回数もクリアして防御率3点台、10勝をマークしている点が異なる。ただ2003年には左肘内側側副靭帯断裂でほぼ全休となったり、2006年以降は成績を下げてしまい、2007年オフにトレードで放出されているんだ。その後は日本ハム、巨人、DeNA などで活躍したので、キャリア自体は長いけど、ヤクルトでの貢献は短期的なものに終わったのね。川島亮投手も1年目に規定投球回数をクリアして、防御率 3.17、10勝4敗をマークして新人王を獲得。2年目も防御率 2.81 で9勝を挙げる活躍を見せたが、この年に右肩痛を発症し、これが後のキャリアに大きな支障をきたすことになる。2006年オフには右肩の手術を行ったが、それでも大きく回復することはなく、その後は肩の状態を気にしながら登板せざるを得なくなってしまったんだ。結局ルーキーイヤーがキャリアハイとなってしまい、2011年オフにトレードで楽天へ移籍するも、移籍後の登板機会はなく2012年をもって現役引退。通算勝利数38勝、105登板、587回3分の2と、1年目の活躍を考えると、物足りないキャリアになったんだ。3投手とも即戦力としては申し分ない働きだけど、尻すぼみのキャリアになってしまったのね。投手の故障は致し方ない面があるとはいえ、彼らがもっと長く安定して活躍できていれば、と考えさせられてしまうな。そう考えると、毎年安定して活躍してくれる石川投手がいかにすごいことかって話でもあるよね。打者有利の神宮球場で、かつ戦力も安定しないチーム環境にあって、これだけ長く活躍してることはもっと称賛されるべきだな。では、ここからはほとんど活躍できなかった選手たちを中心に紹介していこう。最初に即戦力外となった逆指名選手は、93年に逆指名2位で獲得した日立製作所斉藤光弘投手だ。山部投手と同年の入団だから、同期のスター候補選手が交代賞のキャリアを歩むことになったのね。斉藤投手は日立製作所時代に、3年連続で都市対抗野球に出場したこともある投手だ。即戦力での活躍を期待されたが、一軍での登板は1年目に1試合、2年目に4試合、そして5年目の7試合登板だけに終わったんだ。高卒投手だったとしても順調とは言えない登板数の増加ペースじゃない。2000年は登板機会が与えられず、同年オフに現役を引退し、球団職員になっている。通算登板数12試合、21イニング、防御率 8.57 と、ほとんど戦力になれなかったんだ。次に戦力になれなかった逆指名選手は94年逆指名1位の日産自動車北川哲也投手だ。ちなみにこの94年のドラフトで、ヤクルトは2位で宮本慎也、3位で稲葉篤則を獲得しているんだぜ。後の迷宮界プレイヤーを2人も獲得したの。どちらか1人を獲得できただけでも大成功ドラフトなのに、同時に2人もだなんて。そんな後のレジェンド2人を差し置いて、1位で獲得したのがこの北川投手だったんだ。北川投手は行政国際高校時代には同学年の小笠原道博とバッテリーを組んで、千葉県大会を準優勝。その後は日産自動車に進み、94年の日本選手権で準優勝に貢献し、敢闘賞を受賞したんだ。アマチュア時代はややシルバーコレクター気味だけど、ドラフトでは1位を勝ち取ったわけね。即戦力の期待も大きかった北川投手だが、1軍での登板は1年目が2試合、2年目が9試合と思ったような成績を上げられず、3年目の97年には脱税行為が発覚し、懲役10月、執行猶予3年、罰金350万円の有罪判決が言い渡されてしまったんだ。プロ入り後最初に大きくニュースで取り上げられたのが、脱税事件関与だなんて。97年のヤクルトは2年ぶりとなるリーグ優勝と日本一を達成。同期の稲葉選手が21本塁打、OPS816 の好成績で初のオールスター出場を果たし、宮本選手も初のゴールデングラブ賞を受賞して、チームに貢献したのとは対照的なシーズンになったんだ。まあ、宮本選手も脱税行為が発覚して、北川選手と同様の処分を受けたんだがな。私生活の守りは固くなかったのね。98年は開幕日4週間の出場停止を受けたものの、その後は1軍で登板機会を与えられると、プロ初勝利をマーク。ローテの谷までは先発も任せられ、最終的には23試合に登板して、80回を投げ、防御率 3.83、4勝と、まずまずの成績を残したんだ。てっきり一度も活躍せずに退団したパターンかと思ったけど、一定の貢献をした年もあったのね。しかし残念ながら1軍での活躍はこれが最初で最後となってしまう。99年は1軍登板機会がなく、オフには戦力外通告を受けて退団。ロッテの入団テストを受けたものの不合格となり、そのまま現役引退となってしまったんだ。わずか5年の短いキャリアになったのね。この94年以降ヤクルトは4年連続で逆指名制度を利用せず、99年に5年ぶりの逆指名選手を獲得したんだ。
時代的には逆指名制度全盛期に突入していったのに、制度を活用しなかったのね。しなかったのか、できなかったのか。一説によると、巨人を逆指名して入団した高橋由伸選手はもともとヤクルト志望だったって話あったりするもんね。当時は高橋由伸ヤクルト入り濃厚、との報道もあったが、ドラフト直前になって高橋選手が急遽巨人を逆指名。高橋選手の実家の借金問題を巨人が肩代わりしたのではないか?という憶測が今でもあるな。後の裏金発覚や、逆指名会見での高橋選手の浮かない表情を考えると、その噂も信憑性が増してくるけどね。このように逆指名制度全盛がゆえに、ヤクルトは他球団とのマネーゲームに太刀打ちできないため、逆指名制度を活用できなかったんだ。正直者がバカを見るというか、なんというか。余談だが、2001年に石川投手を自由枠で獲得できた年は、当初石川投手の巨人入りが濃厚だったそうだ。それでどうして石川投手を獲得できたの?いろんな意味で資金力では対抗できなかったでしょうし、実はその年の夏の甲子園で、日南学園寺原隼人投手が大活躍。甲子園最速となる154キロを記録するなど、松坂二世誕生とももてはやされたんだ。これにより巨人は急遽寺原投手獲得を目指すことになり、ほぼ自由枠での巨人入りが決まっていた石川投手に断りの連絡が入ったそうだ。当時の石川投手が不憫に思えるけど、結果的にはヤクルトがかなり得したことになったのね。99年の藤井、2001年の石川と後の主力投手を獲得できたヤクルトだったが、その間の2000年の上位指名選手は思ったような成績を残していない。谷間の年があったのね。2000年は逆指名1位で立命館大学平本学、逆指名2位で早稲田大学鎌田優也の2人の投手を獲得しているんだ。この時期のヤクルトは投手に多くのリソースを割いてたのね。この頃のヤクルトは主要投手陣の移籍が相次いでいたんだ。97年オフに吉井正人が FA でメッツ、2000年オフには川崎健次郎が FA で中日、2001年は石井和久がポスティングでドジャースといった具合だ。ドラフト時点でどの程度移籍志向があったかは不明だが、FA 権取得が間近に迫っていたことは確かであり、次世代の主力投手候補獲得は必須であった。仮に FA で移籍しなかったとしても、FA 権取得したってことは、数年後にピークが過ぎていく可能性が高かったわけだしね。また、岡林陽一、伊藤智人、田畑和也らの90年代を支えた投手たちが故障により、登板機会を減少させていたことも、投手偏重ドラフトを実行した理由の一つだろう。先に紹介した逆指名組の斉藤、北川投手も戦力になれなかったしね。てか、めちゃくちゃ投手陣が手薄じゃないの。それだけにこの年指名した平本、鎌田投手の活躍は必要不可欠であったが、その目論見はもろくも崩れることになる。平本投手は当時珍しかったサイドスローから150キロの快速球を投げる投手で、ドラフト前にはヤクルト、阪神だけでなく、メジャー数球団も交えた日米での争奪戦になったんだ。現在だと巨人の大勢投手、少し前だと元ヤクルトのイムチャンヨン投手みたいな感じだったのね。ただ平本投手には制球難という大きな課題があった。その濃厚っぷりを表す伝説は数多く、ファームの試合で8者連続四死球、2軍通算成績は233イニングで四死球合計200、人気野球ゲームのパワプロでは、制球力をコントロールという能力値で最大255段階で評価するのだが、その値がわずか10だったんだ。待って待って、何から突っ込めばいいのかわからないくらい、ぶっ飛んだエピソードばっかりじゃない。入団直後の春のキャンプでは、大学の先輩である古田敦也捕手にブルペンでボールを受けてもらったのだが、平本投手の感想を聞かれた古田投手は、球の速さはうちの投手でも腰に入る。制球の悪さは3本の指に入るけど、と評していたが、それ以上の濃厚っぷりだったんだ。間違いなく当時の球界でも3本の指に入る濃厚だったと思うわ。2軍ですら制球がままならなかったため、1軍で投球を披露する機会はかなり限られていた。1年目はチームが優勝を決めていたため、10月にプロ初登板を先発で果たすことになった。ただしその初登板は犠打によるアウト以外は奪えず、打者8人に対して被安打4、四球2、デッドボール1を与え、4失点を喫して KO。その後2年間は1軍登板なく、2004年に1軍で11試合登板したものの、防御率 5.79 と散々な結果に終わったんだ。いくら素材型とはいえ、4年目でその成績では、かなりきついわね。結局2005、2006年は1軍登板がなく、オフには戦力外となってしまったんだ。早期解雇の理由は、制球難以外には考えられないわ。同期の鎌田投手は平本投手とは対照的に、クレバーなピッチングが持ち味の実戦型の投手という触れ込みであった。早稲田大学時代には下級生時代から主戦投手を任され、3年春のリーグ戦優勝に貢献し、ベストナインを受賞。
大学選手権準優勝、日米大学野球の日本代表など、この時代のアマチュアを代表する投手の一人だったんだ。客指名も納得の実績を残してたのね。鎌田投手は2年目に1軍で主に先発として50イニングを投げて、防御率 3.78、3勝をマーク。3年目には先発と救援の両方を任されながら、115回を投げて防御率 3.21、6勝、2完封を記録したんだ。即戦力とは言わないまでも、順調に成績を伸ばしてるし、悪くないじゃない。だが鎌田投手はこの3年目がキャリアハイとなってしまうんだ。4年目以降は徐々に成績を下げてしまい、起用法もほとんどが救援でのものとなってしまう。2010年は入団後初の1軍登板数ゼロとなり、オフにはトレードで楽天へ移籍することになったんだ。全く投げられない投手もいるからワースト級とは言えないけど、指名順位を考えるとかなり物足りない貢献度に終わったのね。移籍した楽天では登板機会がなく、2011年オフに戦力外通告を受けて退団。その後は台湾リーグで活躍を見せたものの、NPB 復帰は果たせず、2012年をもって現役を引退されている。クレバーな実践型といえば聞こえはいいけど、逆に言えばスケール不足で伸びしろには乏しかったとも言えるわけね。かといって、あまりにも素材型を獲得しても強制不可ということもあるからな。そのリスクヘッジとして、タイプの異なる二人の投手を獲得したんでしょうけど、結果的には両方の悪い面が出てしまった形になったのね。次に取り上げるのは、2005年に自由枠で獲得した早稲田大学竹内真一選手だ。智弁和歌山史上最強打者ね。おそらく竹内選手の高校時代の活躍を知る人は、後のプロでの体制を確信した人が多いのではないだろうか。高校野球史上最強打線と言われ、2000年に春準優勝、夏優勝を果たした智弁和歌山で、2年生ながら3番打者を担ってたもんね。早稲田大学進学後は2学年上に青木宣親、鳥谷隆、1学年上に田中宏康らがいるスター軍団の中にあって、1年春からレギュラーを獲得。ベストナイン、打点王、首位打者などを獲得し、当時の歴代4位となる通算73打点を記録するなど、6大学野球屈指のスラッガーとしても名を馳せたんだ。まさに野球界のエリート街道まっしぐらって感じのキャリアね。2005年のヤクルトは借金に、首位と 17.5 ゲーム差をつけられてのリーグ4位に終わった。本拠地が得点の入りやすい神宮球場にもかかわらず、失点数はリーグ2位と、投手陣はかなり優秀であったと見ていい。その一方で得点数はリーグワーストに終わっており、これが得失点差マイナス5にとどまった理由である。ヤクルトにしては珍しく、攻撃力に大きな課題がある年だったんじゃない。この年は長年正捕手を務めてきた古田がわずか96試合のみの出場に終わり、OPS もキャリア2番目に低い656に終わっている。年齢もすでに40歳に達しており、古田ヤクルトの時代が終焉に差し掛かっていたことは明白だ。その他にも宮本慎也、真中満、土橋克幸、鈴木健と、30代後半の選手に多くの出場機会が与えられる、非常に高齢化したチームであった。チームは過渡期を迎えていたのね。またこの年好成績を残したアレックス・ラミレス、アダム・リグスはそれぞれ年齢が31、33歳とベテランの域に入っていた。外国人選手は契約が短期的なものになりがちだし、ベテランに長打力供給を依存する編成は中長期的に見るとあまり望ましくない編成である。実際リグス選手は2年後に衰えが来て、ラミレス選手は3年後に巨人に移籍してるしね。主砲の岩村明憲も FA 権の取得が迫っていたことを考えると、中長期的な展望は非常に暗かったと考えていいだろう。そう考えると、このタイミングで竹内選手を獲得できたことは、編成的にはかなり意味があるものだったのね。どういったタイプの選手を獲得するかという意味では、かなりピンポイントな指名だったように思える。しかし結果的に竹内選手は期待に沿う活躍を見せることができなかったんだ。竹内選手は1年目が12試合、2年目は24試合のみの出場と、プロ入り直後はほとんど1軍で出番をもらえず、3年目にキャリア最多となる116試合、182打席を与えられたものの、打率2割3分1厘、1本塁打、OPS611 と低調な成績に終わったんだ。え？待って？たったの182打席がキャリア最多だったの？この年のヤクルトは一塁手の畠山和弘選手がブレイクした年でもあり、ファーストの定位置競争に敗れた竹内選手は一塁手の守備固めか代打での起用が主だったんだ。3年目にしてバックアッパーの位置づけに序列が下がってしまったのね。その後のヤクルトは一塁手にデントナ、ホワイトセル、外野の両翼もガイエル、バレンティン、ミレッチ、ユーヘイラが台頭したため、竹内選手の出場機会はかなり限られたものになっていくんだ。ライバルが強力だったとはいえ、ドラ1には打ち勝ってほしいよね。結局竹内選手がキャリアハイの成績を残したのはプロ5年目の2010年。
この年は109試合、162打席に出場し、打率2割6分8厘、6本塁打、OPS816 という、質の面では高い成績を残してるんだ。それでも162打席しか与えられなかったのね。この年以外は100打席以上に達って、OPS700 台以上を残したことがなく、竹内選手の打力自体に問題があったんだがな。結局2018年までの13年間で、200打席以上経ったシーズンはなく、通算打率2割2分2厘、22本塁打、OPS618 という物足りない成績で現役を引退してるんだ。まさかたったの22本塁打で現役を引退するなんて、高校大学時代の活躍を考えると、想像もつかないキャリアになったのね。実は大学時代はリーグ通算で439打席に達し、打率2割9分6厘、出塁率4割3分1厘、長打率4割7分2厘と、高い出塁が魅力的な一方で、長打力はそこまで抜きんでたものではなかったんだ。日本ハム時代の近藤健介選手みたいなタイプだったんじゃない？本人曰く、大学時代に日米大学野球に出場した際、アメリカ人とのパワーの違いを痛感し、パワーヒッターとしてのキャリアを諦めてしまったそうだ。センターを守れる守備力があったならまだしも、左利きの一塁線タイプで、それはちょっときついわね。パワー不足は2軍成績を見ても明らかで、ファーム通算で打率2割9分6厘、出塁率3割7分6厘と出塁面では好成績を残した一方で、1659打席に立ちながら、本塁打数はわずか33本しか記録してないんだ。一軍選手はだいたい1年間で500打席立つわけだから、ざっくりシーズン換算すると年間10本塁打ペースか。ファームですら中距離打者レベルだったってことは、一軍で長打を量産するのは厳しいレベルよね。ましてや守備位置を考えると、到底許容できるレベルではないし、ひょっとしたら当時のヤクルトスカウト陣は高校時代の号だから、竹内選手をスラッガータイプと見ていたのかもしれないが、そもそもの選手タイプの見極めを誤ったように感じてしまう。仮に何かしらの伸びしろを感じてたとしても、最上位枠のリソースを割くのは適切じゃなかったかもしれないわね。最後に紹介するのは2006年に希望枠で入団した青山学院大学高市俊投手だ。制度最終年に獲得した投手ね。高市投手は帝京高校時代に夏の甲子園でベスト4に進出。青山学院大学進学後は東都リーグで、3年春から4年春にかけてリーグ3連覇を達成。その際には東都大学リーグ史上初の3期連続で MVP、最優秀投手、ベスト9の3冠に輝いたんだ。戦国東都で圧倒的な成績を残してるじゃない。リーグ新記録の11連勝、3年まで28勝1敗など、圧倒的に無双したことから、東都の不沈艦との異名も取ったんだ。まさに負けないエースだったわけね。この活躍が評価されて、ヤクルトに自由獲得枠で入団することが決定。推定契約金1億円、出来高5000万円、推定年俸1500万円という好待遇での契約となったんだ。ドラ1にふさわしい契約を勝ち取ったのね。2006年のヤクルトは借金3を喫し、首位と18ゲーム差の3位。得点数はリーグ1位であったが、失点数はリーグ4位と失点抑止にやや課題を抱えていた。いつものヤクルトって感じね。まあ、失点数が増えているのは得点が入りやすい神宮を本拠地にしているためで、パークファクターを考慮に入れると指標的にはかなり優秀な投手陣ではあったんだがな。それもいつものヤクルトって感じがするわ。特殊な球場ゆえに、投手陣が過小評価されがちで、編成も補強ポイントを見誤りがちっていう。ってことは高市投手を最上位指名したのは、ミスマッチだったんじゃないの？いや、編成的にはおかしな指名ではないな。天竜戦力はリーグトップレベルではあったものの、それは一部の主力投手たちの貢献によるところが大きかった。ただチーム最多の投球回数を消化した石井和久はすでに33歳と高齢で、しかも FA 権を取得済み。またこの年173回3分の2を投げて、防御率 2.85、9勝をマークしたガトームソンは契約延長交渉が失敗し、オフにソフトバンクへ移籍することになる。ドラフト時点で交渉がどうなってたのかは不明だろうけど、その感じだと契約はまとまらない雰囲気は出てたでしょうね。さらに救援陣は勝ちパターンを担っていたのが、38歳の高津慎吾、木田正夫という危機的な状況であった。翌年以降一気に成績を下げる危険性をはらんでたわけか。この動画で紹介してきたドラフト上位で獲得した投手たちが、思うように成果を上げられていなかったのも原因の一つね。と、状況的には高市投手に即戦力として働いてほしいところだったが、プロ1年目は1軍でわずかに登板のみに終わる。その後のキャリアでもほとんど1軍に呼ばれることはなく、わずか5年間で戦力外通告を受け、通算成績15試合、32回3分の1、防御率 8.35 という物足りなすぎるキャリアに終わったんだ。え？ちょっと待って。キャリアの振り返り短すぎない。どうして1軍にほとんど呼ばれなかったのよ？
大きな怪我でもしたの？いや、高市投手はプロ入り後2軍では毎年コンスタントに90イニング近くは投げており、大きな故障はなかったように思える。じゃあ、どうして期待の即戦力候補が1軍で起用されなかったのよ？これは推測でしかないが、おそらく球威不足によるものだろう。具体的には奪三振能力の低さが問題だったように思う。高市投手のファーム通算での K パーセントは 16.2% だ。年度にもよるが、ファームの平均 K パーセントは19から20% に推移することが多く、そのことを考えれば、高市投手が2軍レベルですら三振を奪えていないことがわかるだろう。ファームレベルですら、相手を圧倒できていなかったのね。通常は2軍よりも1軍の方がレベルが高くなるため、2軍ですら三振を奪えない投手は1軍ではより K パーセントが悪化するものだ。実際にサンプルは少ないものの、1軍通算での K パーセントは 14.2% と、1軍の平均レベルである K パーセント 19% を大きく下回るものであった。とにかくコンタクトされやすい投手だったんだ。またこの K パーセントの低さはキャリアを通してのものであり、2007年から2011年までのファームでの K パーセント推移は、17.1、18.3、16.2、12.7、16.6% であった。上向くどころか、一向に改善される兆しがなかったのね。高市投手はファームでの非本塁打の多さを指摘されることも多かったが、これは単に空振りを奪うスキルが低かったことによるものも大きいだろう。ましてや本拠地が狭い神宮となると、一軍で登板したら悲惨なことになってそうね。てか、そんな投手がよく大学時代に無双できたわね。実は高市投手は故障の影響もあり、最終学年は1年間で9勝8敗と成績を下げていたんだ。え？ 3 年間で1敗しかしなかった投手が、年に8敗もしちゃってたの。成績を下げた理由が金属疲労によるものなのか、それとも故障だったのか、はたまた別の何かがあったのかはわからない。ただ最終学年の成績を見るに、調子を著しく下げていたことは明白だ。このように下級生時は出色のできながら、最終学年に成績を下げた投手がプロでは活躍できないケースは多々ある。有名どころだと、早稲田大学の斉藤佑樹、大石達也、中央大学の島袋洋介、創価大学田中正義といったところだろうか。いずれの投手も下級生時のパフォーマンスを継続させて、プロ入りできたらと考えさせられる投手ばかりね。年齢曲線の研究によると、投手のピークは20代前半に訪れることが分かっている。高市投手のように高校レベルから活躍していたタイプは、ひょっとしたら選手としてのピークが非常に若い頃に訪れていた可能性も高いだろう。ピークを過ぎた状態でプロ入りした可能性もあるってことね。竹内選手の時も同様だが、高校時代のパフォーマンスも込みで評価した結果、プロ入り後の成長の余地を見誤ったように思える。もちろん一過性の活躍でないかを測るために、アマチュア時代のトータルの成績を見るのも大事だけど、それ以上に最終学年での成績や右肩上がりに成長してるかの方が大事に思えるわね。今回は球団別逆指名失敗史の阪神編を紹介するぜ。巨人編に引き続き第2弾ね。阪神の歴代逆指名選手は成功と失敗のどちらが多いの？前回の巨人ほど成果が極端に二分するほどではない。最大の成功例は言うまでもなく、2003年に自由枠で獲得した早稲田大学の鳥谷隆選手だ。21世紀の NPB を代表する遊撃手であり、阪神史上最高の遊撃手の呼び声高い希代の選手ね。ショートはキャッチャーと並んで、育成と補強が難しく、弱点になりやすいポジションである。遊撃手というポジションを10年以上も悩まずに居続けられたことが、編成的にどれだけ大きいことかって話よね。この鳥谷選手の獲得をめぐって、西武、大栄、横浜、巨人らとの大争奪戦が展開されたが、その競争を制したのが阪神だったわけだ。同一リーグの巨人や横浜に渡さなかったのは大きいわね。今上がった球団の多くが裏金問題で世間を賑わせた球団ばかりなのは気になるけど、おっと、今回は裏金の件は触れないでおこう。その他にも96年のドラフト1位今岡誠、2004年の自由枠の海淳らが後にリーグを代表する選手になっており、この3人が阪神の3大逆指名成功選手と言っていいだろう。阪神は通算で19名の逆指名選手を獲得しているが、大成功選手が3名というのを多いと見るか少ないと見るかは判断が分かれるところだ。逆に言えば、16名の選手は大成功と言えないわけでしょ？結構失敗も多かったの？意外と言っては失礼だが、全く戦力にならなかったケースは少ない。ただ野手なら一軍バックアッパー、投手なら短期的な救援での貢献にとどまる選手も多く、劇的なチーム力向上につながらなかったケースが多々あった。
具体的には98年逆指名2位の金沢武史と、99年逆指名2位の吉野誠、2001年自由枠の浅井亮、2002年自由枠の江草博隆、2003年自由枠の筒井和也といったところだ。確かにいずれの選手も必要戦力にはなったけど、ドラフト時の期待値やコストを考えると、やや物足りないキャリアになってるわね。特に2000年代の阪神は選手のポテンシャルよりも、獲得できるかどうかに重きを置いた指名が目立っており、ややスケール感に乏しいケースが多かったんだ。平成の阪神未完の待機史の時に紹介した、当時の阪神スカウトの方も、あえて他球団も評価しているのを、ぶつかって取りに行こうという、そういう体制は確かになかったよねと、おっしゃってたもんね。合意さえ得られれば確実に選手を獲得できる制度があったため、リスクを犯さずに選手を獲得しておこうという発想が働いた可能性は否めない。手段が目的化しちゃった部分もあるって感じか。阪神の場合は生地人気資金力があるため、誘えば入ってくれる選手は多いからな。逆に人気や資金力が低く、逆指名制度を利用しづらかった。ロッテが今井俊明、西尾克義、広島が前田健太、西武が中村武也、栗山拓実など、関西の有力な高校生を獲得して、大きく戦力を伸ばしたのは、阪神にとって皮肉な結果ではある。地元選手だから指名する必要はないし、当時の戦力状況次第で指名すべきだったかは考察すべきだけど、これだけ関西の逸材を取り逃していたのは、阪神ファンにとっては嘆きたくなる話よね。と、いきなり逆指名時代の姿勢そのものを批判する形になったが、これから阪神の逆指名の歴史を振り返っていこう。阪神が最初に逆指名制度を利用したのは、制度導入1年目の1993年。この年は1位で朝日生命の藪圭一投手を獲得している。おお、最初の逆指名選手は当たりだったのね。当初巨人や近鉄、オリックスも藪投手の獲得に動いていたようだが、無名だった東京経済大学時代から声をかけていた阪神が獲得競争を制したんだ。ちゃんと有能エピソードもあるじゃない。今回は逆指名失敗なので詳細な説明は避けるが、簡単に藪投手のキャリアを紹介しよう。藪投手は1年目から先発ローテに定着すると、181回3分の1を投げて、防御率 3.18、9勝をマークして、新人王を獲得。以降も90年代の阪神を支え続け、入団以来6年連続で規定投球回数をクリアし、4度の2桁勝利、6度のオールスター選出を果たしたんだ。ただ当時のタイガースは暗黒時代真っ盛りであったため、6年連続2桁敗戦、3度のリーグ最多敗戦を喫したことで、やや過小評価されてる投手でもある。今でも勝敗で投手を評価する傾向は根強いけど、当時は特にチームを勝たせられない投手ってレッテルが貼られやすかったもんね。当時の阪神野手の得点力、守備力を考えれば、勝ち星が伸びなかったのはやむを得ない部分があるからな。さて、ここからが本題の逆指名失敗史についてだ。最初に失敗したのは1994年に2位で獲得した日本大学の北川博俊選手だ。阪神格差トレードでも紹介した北川選手じゃない。ちゃんとしっかり覚えててくれたか。近鉄、オリックスでの強打が印象深い北川選手だが、実はもともとは阪神の有望株保守であったんだ。藪投手に引き続き、2年連続でいい選手を獲得できてたんじゃない。北川選手は1年目からジュニアオールスターで MVP を受賞し、ファームでも結果を残していたが、阪神時代の通算成績は6年間で100試合に出場し、156打席で19安打本塁打0と、ほとんど結果を残せなかった。また99年から監督に就任した野村克也氏から捕手失格の烙印を押されたこともあり、タイガースでは居場所を失っていたんだ。そのため2000年オフにトレードで近鉄へ移籍することになってしまう。後の近鉄やオリックスでの活躍を考えると、素材は確かだっただけに、阪神で戦力化できなかったのはかなりもったいないなかったわね。選手のポテンシャルを引き出せない、見極められないというのも、暗黒時代を招いた要因の一つだったんだろうな。翌1995年のドラフトでは、1位で MKK 船木聡、2位で西の運輸中野瀬幸康の2人の投手の逆指名選手を獲得したんだ。球団史上初の同一年度に2名の逆指名選手を獲得する、かなり本気のドラフトを敢行したのね。ただ、この95年のドラフトは平成の阪神史上最悪のドラフトとも言える結果に終わってしまうんだ。へっ。詳しくは、平成阪神失敗ドラフト5選でも紹介したので、そちらでも紹介した内容をベースに振り返っていこう。この時期の阪神は暗黒時代真っ盛りで、1985年の日本一を最後に10年間リーグ優勝なし、おまけに10年間で B クラス8回、最下位はなんと5回もあったのだ。2年に1回のペースで最下位って、1995年も46勝84敗、首位と36ゲーム差の最下位。
ただ借金38を喫したものの、実は投手力はそこまで悪くなく、失点数536でリーグ4位。この年失点数最小であった巨人が494失点であることを考えれば、そこまで大きな差はなかったことがお分かりいただけるだろう。よく見ると中日がリーグワーストの651失点を喫してるから、それを考えれば全然悪くないわね。投手陣は編成状況も悪くなく、防御率 2.98 を記録したエースの矢部圭一が27歳、防御率 3.16 の川尻哲郎が26歳と若く、その他にも29歳の湯船敏郎、26歳のクオリーチェンフー、24歳の竹内義也と先発陣は20代の好投手が多数揃っており、中期的な戦力維持が見込める状況だったんだ。この状況で逆指名のリソースを投手に割いちゃったの。いい指摘だな。実はこの年の阪神は本塁打数、得点数ともにリーグワーストでありながら、投手偏重のドラフトを行ってしまったんだ。その状況なら絶対に上位は野手で固めるべきじゃないの。もちろん当時の市場との兼ね合いもあるが、新庄剛志、檜山慎二郎、久慈輝義らの、期待の若手中堅野手も低調な出来に終わったことを考えると、野手に比重を置いたドラフトを行うべきだったように思えるな。この時期の阪神は、1985年から94年までの10回のドラフトにおいて、獲得したドラフト1位選手のうち9名が投手だったという事実もあるんだ。そこまで投手偏重のドラフトを行ってたのなら、野手の人材が枯渇してたのも納得だわ。この年のドラフトの最大の目玉として注目されてたのは地元関西の PL 学園出身福留孝介選手だったんだ。超ピンズドの人材じゃない。ただ福留選手はドラフト前から中日か巨人以外に指名されたら社会人に進むと公言していた。そのため7球団競合の末に近鉄が抽選で交渉権を獲得したが、入団を拒否して日本生命に進んでるんだ。阪神はせっかくの逸材なのに、見向きもされてなかったのね。この年はその他にも高校生なら荒木正宏、大社組では清水孝之、西俊久、高木大成らがいた状況を考えると、もっと適切な指名があったのでは？と思わざるを得ない。まあ、ドラ1野手の原俊介、沢井良介、中村豊、今村文明、三木はじめらがプロで対戦しなかったことを筆頭に、全体的に不作年ではあったんだがな。チームの需要とドラフト市場の供給がマッチしてない不運も重なって、暗黒時代が加速していったわけね。しかし、指名選手のタイプがチーム事情に合ってなかろうと、獲得した選手が活躍すれば多少のアンマッチは解消できるものだ。たとえポジションが重複したとしても、優秀な選手ならコンバートしたり、トレードのチップに使ったりできるもんね。だが、この年のドラフトは恐ろしいほど成果に乏しいものに終わる。1位で指名した船木投手は95年の都市対抗野球でエースとしてチームを準優勝に導き、関東賞に当たる久慈賞を受賞。アトランタオリンピックの予選代表にも選出されるなど、この年のアマチュア投手の中では上位クラスの実力を持っていたんだ。逆指名したのも不思議ではないほどの実績は残してたのね。船木投手の1年目は1軍で104回3分の1を投げて、6勝を挙げたが、防御率は 4.49 と振るわず。即戦力のドラ1と考えるとやや物足りない成績ね。ただ船木投手は高卒社会人であるため、プロ1年目は大学4年生に当たる年だ。そのためここから成績を伸ばしていければ問題なかったが、ルーキーイヤーが船木投手のキャリアハイとなってしまう。え？さっきの成績が自己ベストだったの？プロ2年目は肘の不調もあり24試合に登板したものの、87回3分の1を投げて防御率 4.84、1勝8敗と成績を下げ、以降は登板機会が激減。投球フォームを変えたり、球種を増やしたりと試行錯誤したが、大きな変化には至らず、2002年オフに戦力外通告となったんだ。全く戦力にならなかったわけではないけど、指名順位を考えるととてもじゃないけど9大点すら与えられないわね。2位で獲得した中瀬投手は94年の都市対抗野球で2試合連続完封をするなど、チームを準優勝に導き、久慈賞も受賞したんだ。船木投手と同様に社会人野球で結果を残してたのね。24歳となるシーズンにプロ入りしたため、即戦力での活躍を期待されたが、プロ1年目は1軍でわずか6登板、8回3分の2を投げたにとどまる。プロ2年目は1軍登板なしで、3年目は7試合、4年目もわずか1試合の登板に終わると、シーズンオフには戦力外通告となったんだ。え？ドラ2投手をたったの4年で解雇しちゃったの？余談だが3位の林淳二投手はさらに短い2年で退団し、4位の曽我部直樹外野手も通算19試合のみでチームを去っており、この95年のドラフトはほとんど実りがないものに終わったんだ。ただでさえ低迷期だっていうのに、ドラフトがこの惨状では、そりゃその後も長い暗黒時代が続いたわけよね。ただ幸せが長く続かないのと同様に、不幸もまた長くは続かないものだ。止まない雨はないもんね。
翌96年は逆指名で今岡誠、さらに2位で関本健太郎、3位で浜中治という高卒の有望株野手を獲得したことを皮切りに、成功ドラフトが続いていく。97年は江川慶、坪井智近、98年は藤川球児、福原忍と、2000年代の中心選手を次々に獲得していったんだ。まるで95年の大失敗を取り返すかのように、ヒットドラフト連発じゃない。徐々に低迷期脱出の礎を築いていった中で、99年のドラフトでは再びつまずきを見せてしまう。やっぱり幸せは長く続かないのね。この99年のドラフトについても過去の動画で取り上げているので、全体的な指名のレビューについてはそちらを見てもらうとして、今回は99年に逆指名1位で獲得した大学ナンバーワン遊撃手の的場寛一選手にフォーカスして解説しよう。99年の阪神は5年連続で得点数リーグワーストと、攻撃力の低さが深刻な問題になっていたんだ。野手が枯渇してる時に投手偏重ドラフトなんてするからよ。直近のドラフトで浜中、関本を獲得していたとはいえ、20代の主力は25歳の坪井智近、今岡誠のみで、多くの一軍野手が30代に突入していたんだ。96から98年の間にいいドラフトを続けたとはいえ、野手の層はまだまだ薄かったのね。数少ないスター選手の身上も FA 取得を翌年に控えており、中長期的な展望が決して明るいとは言えない状況であった。特に緊急性を要したポジションは遊撃手で、この年の前半戦に遊撃手のレギュラーだった今岡選手はシーズン後半から二塁手として起用されていた。後に今岡選手はセカンド、サードの選手として大成するが、おそらくこの時点でプロの遊撃手としては物足りない守備力であったことがすでに伺える。プロでショートをやるって本当に難しいわね。余談だが96年のアトランタ五輪の日本代表は井口忠と、今岡、福留という、後に全員がドラ1でプロに入る遊撃手が3名も選出されていた。超ショート豊作の時代だったのね。実際の試合では遊撃手を務めたのが井口選手で、今岡選手は二塁手、福留選手は三塁手として同時起用しているんだ。結果的にはプロ入り後の守備力順になってるのが面白いわね。3人ともショートには定着できなかったけど、それだけ遊撃手というポジションが難易度高いというわけだ。阪神も93年の2位で平尾広志、94年の3位で田中修太に遊撃手の選手を指名し、前述の関本選手をショートにコンバートするなどしていたが、次世代の正遊撃手候補を見出せずにいたんだ。そう考えると的場選手の指名は超ピンポイントだったわけね。的場選手は大学時代に福岡六大学リーグで首位打者を獲得し、明治神宮野球大会でも優勝、アマチュア日本代表にも選出されるなど、輝かしい実績を残していた。この走攻守三拍子揃った大学ナンバーワン遊撃手には、阪神以外にも中日、西武、近鉄の合計4球団が獲得を目指していたんだ。ショートの逸材なんて滅多に出てこないから、そりゃ争奪戦になるわよね。特に熱心だったのは当時の中日の星野仙一監督で、直々に誘われたそうだが、悩んだ末に阪神入団を決意。担当スカウトだった長尾康則さんの熱意に応えたいと思ったのが理由だったそうだ。スカウトの駆け引きや情熱が結果にダイレクトに反映されやすい点は、逆指名制度の面白さでもあるよね。誠意は金。最終的には目に見えるもので気持ちを表すようになったのか。話を戻そう。平成中日神ドラフトでも紹介したが、星野監督は GM としての手腕にも優れる監督で、特に90年代は遊撃手を積極的に補強していた。荒木、森野正彦、井端弘和、福留らを連続でドラフトで獲得って、並々ならぬ熱意ね。その星野監督が欲しがったくらいだから、的場選手はかなり有望視された存在だったんじゃない。だが、的場選手のキャリアは常に怪我の連続であった。プロ1年目の春のキャンプでいきなり脇腹を肉離れしたのを皮切りに、親指の骨折、左膝蓋靭帯の故障などで、1年目はわずか11試合の出場に終わる。これだけ怪我がちだと、実際に力があったのかどうかもよくわからないわね。結局1年目のオフに手術をしたものの、2年目にまたも左膝を痛めて、オフには靭帯の移植手術を実行。このリハビリには1年間を費やし、2003年からは外野手にコンバートされることになったんだ。くしくもこの時の阪神の監督は大学時代にショート的場の獲得を欲した、星野さんである。確か2003年に優勝した時は、藤本敦史選手がショートに定着して、8番打者ながら打率3割の活躍だったもんね。そしてその年のドラフトでは、冒頭で紹介した鳥谷選手の阪神入りが決まってしまうんだ。ただでさえ藤本選手は高い壁なのに、その上超有望株の大学ナンバーワン遊撃手が加入するなんて、プロの世界は厳しいものね。プロ5年目の2005年はキャンプ、オープン戦と好調で、開幕スタメン候補にも名前が挙がっていたが、オープン戦で右肩を脱臼。
実はオープン戦で3打数ノーヒットに終わった不甲斐なさから、グローブを投げた時に肩が外れてしまったそうだ。プレー以外のところで故障しちゃったの？端正な顔立ちからは想像できないが、結構短気な性格らしい。実は肩の脱臼は2度目のことで、肩の関節芯がめくれてしまい、うまく回らない状態になってしまったそうだ。プロでやっていくには致命的な故障となってしまったのね。2軍でリハビリをしていたところ、ベテランの下柳剛投手から、もうちょっとプロになれよと言われたそうだ。的場選手はこの言葉がすごく響いたそうで、一喜一憂するのはプロじゃない。一喜一憂しているから、グラブを投げつけてしまうんです。それに気がつくのが少し遅かったと、意識の違いを痛感したそうだ。いやいや、下柳さん、あなた試合中に激怒して、マウンド上にこれでもかとグラブを叩きつけてたじゃない。時には熱さも必要なんだろうな。結局的場選手は2005年オフに戦力外通告を受けて退団。通算成績は24試合の出場で、7安打、打率1割4分3厘、本塁打0本と、寂しいものに終わったんだ。怪我に強いことも一流の条件ではあるけど、もし故障しなかったらどんな成績を残したのか、そんなことを考えてしまう選手の一人ね。阪神の逆指名入団選手の受難は翌年も続く。2000年に逆指名1位で獲得した藤田大洋投手もその一人だ。藤田投手は将来のエース候補として期待が高かった選手だが、阪神に在籍した9年間でわずか46試合に登板したのみ、2009年のシーズン途中にはトレードで西武に移籍している。2年連続で逆指名1位選手が振るわない結果になったのね。藤田投手もまた、的場選手と同様に怪我に泣いた選手の一人だ。プロ1年目の春のキャンプで右肘の炎症を起こすと、2年目も右ふくらはぎの肉離れ、3年目には右肘靭帯の損傷でトミー・ジョン手術を受けることになり、プロ4年目は全休することになったんだ。毎年のように怪我と戦ってたのね。実は藤田投手は高校時代から肘に爆弾を抱えており、注射を打ったりしながら投球を行ってたそうなんだ。アマチュア時代からコンディションは万全じゃなかったのね。2000年に行われたシドニー五輪の代表候補選手として合宿に参加していたが、その時も肘の違和感で本戦には選ばれなかったんだ。入団前にメディカルチェックをやってたのか、気になってきたわ。肘に爆弾を抱えていた状況で、1年目のキャンプで投手コーチからフォーム改造を命じられて、そのために投げ込んだことでバランスが狂い、右肘は限界に達したんだ。投球フォームのメカニックは繊細なものだから、少し変えるだけで全然投げられなくなる投手もいたりするしね。1年目の投手がコーチの提案を無視することもできないだろうし、藤田投手はあまりにもフォームが合わなかったため、やはり僕には合わなかったので、できませんと、コーチに打ち明けたそうだ。しかしコーチから帰ってきたのは、じゃあ、試合で使うことはできないとの、厳しい通達だったそうだ。聞く耳は持たずだったのね。実はこのフォーム変更は当時の野村監督が投手コーチに指示したものであった。トップダウン型の指示だったから、コーチも強制せざるを得なかったんじゃない？このことは野村さんも後悔してたようで、あの時、悪かったな。指示を出すのが早かったな。もうちょっと見るべきだった。フォームを変えずにと、直接本人から謝罪されたそうだ。野村さんも良かれと思ってフォーム変更を命じたんでしょうけど、せめて1年くらいはアマチュア時代のフォームでやらせても良かったかもね。藤田投手は西武移籍後2年目の2010年に、1軍で48試合に登板して、防御率 3.91、6勝19ホールドをマークしている。故障もあって、この時すでに31歳であったことを考えれば、もし故障せずに20代を過ごせていれば、ひょっとしたらもっとすごい成績を残せていたかもしれないわね。次に取り上げるのは2004年に自由枠で獲得した松下電器岡崎太一捕手だ。この岡崎選手を獲得した時の阪神の捕手事情を考えれば、即戦力での活躍が大いに望まれていたことが伺えるんだ。そんなに捕手に困窮していたの？正捕手を務めた矢野昭弘は打率2割8分5厘、11本塁打、OPS747 と、キャッチャーとしては破格の成績を残してた。ただこの時すでに矢野選手の年齢は36歳と超高齢化しており、いつまでも頼っていられない状況であった。次世代を担う正捕手候補はいなかったの？97年にドラフト1位で中谷仁、2000年に3位で加納圭介、2001年にも自由枠で浅井亮など、捕手に高いリソースを割いていた。しかしいずれの選手も正捕手争いは愚か、一軍定着すらままならない状況だったんだ。捕手も遊撃手と同様に、育成が遅れると致命的な弱点になりかねないから、多少重複してでもレギュラー候補を獲得したってわけね。早い段階での戦力化を望まれた岡崎選手だったが、打撃に大いに課題があったこともあり、なんとプロ初出場は5年目の2009年にまでずれ込んだんだ。めちゃくちゃ時間かかってない？社会人出身の選手でしょ？
岡崎選手が伸び悩んだこともあって、阪神の捕手事情は非常に苦しいものとなっていく。ベテランの矢野選手はさすがに加齢の影響もあって、2007年以降は成績を下げて、徐々に出場機会も減少していく。また浅井選手は外野手にコンバートされたこともあり、阪神は捕手の層が非常に薄くなっていったんだ。逆に言えば、それだけ手薄だったのに、岡崎選手は一軍出場のチャンスを勝ち取れなかったのね。育成が遅々として進まない状況もあって、阪神フロントは捕手を積極的に外部補強する選択を取ることになった。2009年にメジャー帰りのジョージ・マケンジ、11年に FA で藤井明人、13年にも FA で日高武、14年には人的保障で鶴岡和成といった具合にだ。自前で育成した捕手たちがなかなか戦力にならず、業を煮やしたって感じね。ところがこれらのベテラン捕手たちは市場に出てくる頃には衰えが始まっているケースも多く、活躍は非常に短期的なものであり、また全盛期を期待するのは酷である。実際今挙げた外部補強組で、安定して正捕手を務めた選手はいないもんね。上位指名で獲得した捕手が育成できなかったことと、積極的な外部補強が続いたこともあってか、この時期の阪神はドラフトで捕手に高いリソースを費やさなくなる。2004年に岡崎選手を獲得した後、2位以上での捕手指名は2015年の明治大学の坂本誠志郎選手まで期間が空いた。しかも、この時期の阪神は城島選手が怪我して以降、捕手の攻撃力不足がチームの弱点になっていたにもかかわらずだ。なんか岡崎選手の話をしてたら、2010年代の阪神の編成のまずさにまで話が及ぶようになってきたわ。ドラフトは編成もセットで考えなければいけないからな。もう少しだけ話を続けよう。この捕手不足の状況を改善してくれたのが、2013年のドラフト4位である梅野雄太郎選手であった。結果的には下位指名の中から、救世主が生まれたわけね。また坂本選手もフレーミングに優れる捕手であり、打撃型捕手の原口文仁選手がいたこともあって、2010年代後半の阪神は捕手の層が厚くなっていったんだ。余談だが、原口選手は捕手の守備面に課題があるとされるが、実はフレーミングに長けており、決して守備貢献は低くないことは添えておく。打力のある捕手はなぜか守備に難あるってレッテル貼られがち問題。てか、これだけ捕手が充実してきたとなれば、岡崎選手の出番はますます限られるじゃない。岡崎選手は2016年以降は2年連続で30試合以上に出場し、17年にはプロ初本塁打を記録したが、あくまで出場はバックアッパーとしてのものであった。前述の通り、梅野選手が正捕手に定着した2018年以降は出場機会が激減。2019、20年と2年連続で出場機会がなかったこともあり、2020年をもって現役を引退されている。ほとんど出場機会もなかったのに、よくこんな長寿プレイヤーになれたわね。捕手は特殊なポジションゆえに、長期雇用になることも多いからな。在籍17年間で通算試合数119、打席数177、安打数27と、期待された成績には程遠かったが、その人柄の良さも評価され、引退後は編成本部所属のスカウトとして第二の人生を歩まれている。最後に紹介するのは2006年の希望枠で獲得した大阪ガス小島達也投手だ。希望枠が導入されていた最後の年のドラフトね。小島投手は遊学館高校時代に2年生エースとして夏の甲子園に出場し、チームをベスト8に導いたんだ。確か創部2年目だったから、下級生だけで甲子園出場したことが話題になってたよね。下級生の頃から注目を集めていた小島投手に対しては、プロ球団が早くから関心を寄せていた。特に中日がご熱心で、小島投手が高校生の時点でドラフト1位指名も検討していたほどで、もし中日以外の球団に指名された場合は、ドラゴンズとつながりのあるトヨタ自動車に入社させるとの報道まで出ていたほどだ。あれ？でも小島投手は社会人の大阪ガスを経由してプロ入りしたのよね？これから話すことは根拠のないあくまで噂レベルのことなので、話半分に聞いてほしい。実は阪神も小島投手の獲得を狙っていたが、2003年のドラフトで阪神は鳥谷、筒井選手を自由枠で獲得することが決まっていた。つまり、阪神が次に指名権が来るのは4巡目からだったわけね。当然小島投手を欲する球団は他にもあり、小島投手が4巡目まで指名されないことを望むのはあまりにも無謀である。だが、どうしても小島投手を獲得したかった阪神が、3年後のドラフト解禁後の上位指名を約束して、小島投手をつながりのある大阪ガスへ入社させたと言われているんだ。いわゆる囲い込みってやつね。当初は小島投手の阪神希望を表立たせれば中日が引くと見ていたようだが、諦めきれない中日が強行指名の姿勢を崩さなかったため、小島投手は高卒での阪神入りを断念。プロ志望届を出さずに、プロ入りを回避したんだ。で、指名が解禁された3年後に晴れて阪神に入団したと。
問題は社会人時代に小島投手がほとんど目立った実績を残していないことだ。社会人では伸び悩んでしまったのね。本来なら到底ドラフト上位で獲得されるレベルではなかったが、阪神は希望枠で小島投手を獲得した。それで囲い込みだったのでは？という噂が残ってるのね。確たる証拠はないが、ドラフト前のゴタゴタからそう推測する人は多かった。もちろんプロ入り後に小島投手が活躍すれば何の問題もなかったが、そうはいかなかった。小島投手はプロ入り後の4年間でわずか9試合しか登板できず、プロ5年目からは救援投手に転向。2011年こそ主に救援で36試合に登板し、防御率 3.72、K パーセント 31.1 とようやく1軍レベルの活躍を見せたが、プロ入り後まともに戦力になったのはこの1年のみ。2012年以降は登板機会が激減し、2013年には左肘内側側副靭帯損傷を患うなどの故障にも泣かされ、2016年に戦力外通告を受けて現役を引退。通算成績は64試合に登板し、120イニングを投げて、防御率 5.33 だった。期待の最上位指名投手にしては、かなり物足りないキャリアのね。横浜出場機会ゼロ対談ドライ1誌で紹介した森大輔投手も囲い込みで社会人に進んだ後に、パフォーマンスを落としてなかった？森投手の場合は X でまともに投げられなかったので、やや状況は異なるが、少なくとも両者は自由枠や希望枠を使ってまで獲得するレベルでなかったことは間違いない。実際に彼らを指名するにあたって、どのような背景があるのかはわからないが、状況だけを見ると、彼らはドラフト制度の被害者だったようにも思えるな。進学や就職先の斡旋だけではなく、契約金や年俸などの金銭面や、関係者のコネクションなど、高校生では口出ししづらいいろんなことが絡んでくるから、選手の意向が反映されづらかったでしょうしね。こうした諸問題が発生していたであろうことも考慮すると、個人的には逆指名制度が撤廃されたことは良かったのではないかと思っている。戦力の一極集中も避けられるしね。今回はホークスの逆指名史を振り返っていくぜ。ホークスは大英時代になかなかえげつないドラフトを行ってたもんね。間違いなく逆指名制度があった時代のドラフトの勝者だろうな。野手では小久保博樹、井口忠人、松中信彦、松田信弘、投手では和田毅、荒垣渚、真原隆弘など、大英、ソフトバンクの黄金時代を支えた選手を次々に獲得しているからな。いずれも個人タイトルを獲得している、その時代のリーグ最上級プレイヤーばかりじゃない。このチャンネルではたびたびこの時期の大英の補強戦略について紹介してきたが、ただ潤沢な資金を使うだけでなく、選手の目利きも素晴らしいものがあったんだ。どことは言わないけど、毎年のように複数人逆指名選手を獲得しながらも、ほとんど戦力化できなかった球団もあるしね。ただそんなホークスでも、すべての選手が戦力になったわけではない。ホークスの逆指名史にも影の部分があったわけね。ホークスの逆指名の歴史をたどりながら、戦力になれなかった選手たちを紹介していこう。逆指名制度が初めて導入された1993年のドラフトで、大英は2人の逆指名選手を獲得している。しかもいずれも大学生ナンバーワンと評価された神奈川大渡辺秀一投手、青山学院大小久保博樹内野手を同時獲得したんだ。その年の目玉選手を2人も獲得したの。1人でも獲得できれば十分なのに、揃って取れたなんて、まさに逆指名時代ならではのドラフトね。しかもこの2人は球界の名刺巨人も熱心に勧誘していたのだが、その獲得競争に打ち勝って逆指名にこぎつけたんだ。巨人編で解説したが、この後巨人は多くの選手に逆指名を断れてしまい、最終的には東北福祉大学の美濃勝弘投手を逆指名1位で獲得。ただ美濃投手は巨人での登板機会はわずか1試合のみで巨人を退団し、移籍先の横浜でもほとんど出番がなく現役を引退しているんだ。この1年だけで球界の勢力が塗り替わるわけではないけど、野球界の趨勢が少しずつ変わっていくきっかけの年になったように感じるわ。巨人が逆指名選手で大きく戦力を伸ばせなかった一方で、大英は大幅な戦力アップにつながったからな。小久保選手の功績に関してはここで語るまでもないだろう。いろいろあってキャリアの途中で巨人に移籍したけど、最終的にはホークスに復帰して、大英とソフトバンクの両方の黄金時代の中心選手だったもんね。また小久保選手は93年に青山学院大学を初めて大学野球日本一に導いた選手だったんだが、その時共にプレイしていたのが3学年下の井口忠人選手であった。井口選手も後に逆指名で大英に入団してるけど、ひょっとしたら小久保選手の時にパイプを作ったことが関係してるのかもね。その可能性は大いにあるだろう。
また1位で獲得した渡辺投手もルーキーイヤーの94年に95回3分の2を投げて防御率 3.20、8勝をマークして新人王を受賞。3年目には自身初の規定投球回数に到達して、防御率 2.54、9勝を挙げるなど、期待通りの即戦力の働きを見せたんだ。大学ナンバーワン投手と言われただけはあるわね。ただ渡辺投手が活躍できたと言えるのは入団後最初の3年間だけで、97年以降は故障の影響もあり成績が悪化し、出場機会が減少していく。98年には同期の小久保選手と共にプロ野球脱税事件に関与していたことが発覚。渡辺投手は執行猶予2年付きの懲役1年、罰金550万円の刑罰が科され、コミッショナーから7週間の出場停止と制裁金200万円の処分が降ったんだ。結構重い処罰になったのね。懲役期間、罰金額はこの時処分された19名の選手の中で、いずれも2番目に大きいものであった。ちなみに一番重い処分を受けたのは小久保選手だな。不祥事でも全体1位になってしまってるじゃない。余談だが小久保選手は現役引退後に侍ジャパンの監督に就任。その間に当時の西武の浅村秀人選手をなかなか代表に呼ばないことが、野球ファンの間では疑問視されていたが、これは浅村選手が国税庁の確定申告推進ポスターに起用されていたためではないかと、ネット上の一部ではネタにされていたんだ。そりゃ招集できないわね。余談はここまでにして、続く94年のドラフトでも、大栄は球界の度肝を抜く荒技をやってみせたんだ。寝技師と言われた根本陸雄さんのマジックが発動したの？そうだな。この年の大栄は駒沢大学進学が決定していた別府大附属ジョージ・マケンジ選手を1位で強行指名。プロとアマチュアの関係を揺るがしかねない大胆な行動に対しては、球界の間では賛否両論が巻き起こったんだ。大栄と別府大附属、駒沢大学との関係だけでなく、球界全体の問題に発展したのね。ご存知の通り、ジョージ・マ選手は高卒で大栄に入団することになるが、この件を受けて NPB はプロ入り拒否選手をドラフトで指名できないルールを定めたんだ。ドラフトの制度にまで影響を及ぼすほどの大事件があった年だったのね。そしてこの94年のドラフトで、大栄は逆指名2位でプリンスホテル斉藤貢投手も獲得してたんだ。1位で指名したジョージマ選手を入団までこぎつけられるかわからない中で、きっちり即戦力候補の獲得をしてたなんて、すごく狡猾なドラフト戦略ね。斉藤投手を獲得できていたからこそ、思い切った手を打てたのかもしれないな。てか、プリンスホテルって西武グループの企業じゃなかったっけ？よくそんな選手を指名できたわね。以前、日本ハム強行指名入団拒否誌でも紹介したが、80年代の西武は有望なアマチュア選手を、一旦グループ会社のプリンスホテルに入社させて、囲い込むことが球界では問題視されていたんだ。他球団がせっかく有力選手の交渉権を獲得しても、なかなか入団させられないことが相次いだのよね。西武に有力選手が流れすぎた結果、球界の戦力格差が広がりすぎたこと。ドラフトで不公平性が増したこともあり、NPB では逆指名制度が導入されたんだ。なるほど。そういう経緯で逆指名は生まれたわけね。結果的にはまた別の問題が生じて、戦力格差の是正にはならなかったわけだけど。その時期に西武で有望選手を乱獲していたのが、誰であろう西武で編成のトップに立っていた根本さんだ。つまり、根本さんは西武時代の人脈やパイプを大栄でも使ってたってこと？通常ならご法度だろうが、不分率なんてものはなかったことにできるくらいの剛腕だからな。斉藤投手は埼玉県所沢市出身で、高校は所沢商業と、西武のお膝元で生まれ育った選手だ。ひょっとしたらその時からすでに接触していた可能性は高いだろう。さすが根本氏。斉藤投手は高校卒業後に明治大学に進学したが半年で中退。その後はアルバイトを経てプリンスホテルに入社すると、社会人野球で活躍し、この年のアマチュア有力投手の一人と評判になっていったんだ。なかなか面白いキャリアを送ってるじゃない。即戦力としての期待が高かったが、プロ1年目は先発と救援の両方で起用され、88回を投げて防御率 4.91、2勝6敗に終わったんだ。即戦力投手とは言い難い成績ね。しかもこの1年目が斉藤投手のキャリアハイとなってしまう。2年目以降は救援として起用され続けるが、主力として活躍することはなかった。98年にはプロ野球脱税事件への関与が発覚し、出場停止処分を受けるなど、球団内での序列が徐々に低下していくことになる。斉藤投手も関与してたなんて、お金があって、社会のことがよくわかってない若者には、悪い話を持ちかけてくる奴が絶えないだろうからな。2000年には2軍で最多勝と防御率1位の2冠となったが、1軍に呼ばれることはなくオフには戦力外通告を受けてしまう。2000年といえば、ホークスが連覇を達成した年じゃない。
一軍が激しい優勝争いをする中で、起用されないなんてもどかしかったでしょうね。ホークス退団後は日本ハムで1年プレイしたが、そこでも結果を残せず、2001年をもって現役を引退。引退後は日本ハム、楽天などで打撃投手を務められているな。同期の城島選手とは対照的なキャリアになってしまったのね。これまた余談だが、96年のダイエーは斉藤光嗣投手以外にも、斉藤和美、斉藤学という3人の斉藤姓がいたため、名前を混同されることが多かったそうだ。そこで斉藤和美投手は登録名を和美、そして斉藤光嗣投手は光嗣に変更することになった。人の名前をいじるのはどうかと思うけど、あんまり光嗣っていい響きに聞こえないわね。実際相手に勝ち星を、光嗣という意味につながり、弦が悪いという理由で、斉藤投手はわずか1年で登録名を本名に戻している。ちなみに漫画ドカベンのプロ野球編でも、大英に所属していた岩見正美が作中で、相手に貢いでどうすんねんという、ツッコミをする描写もあるんだ。いわきが言いそうなセリフね。話を現実の逆指名に戻そう。96年には、逆指名で獲得が決まっていた1位口、2位松中以外にも、3位で柴原博選手を獲得する奇跡のドラフトを行っている。中日編でも紹介したけど、井口、柴原選手獲得を熱望した当時の中日星野仙一監督が激怒したのよね。逆指名の争奪戦で敗れた井口選手はまだしも、3位の柴原選手はホークス以外に指名された場合は大英系列のローソン入社をほのめかされて、指名を見送らざるを得ない状況を作られたからな。西武、プリンスホテルと同じようなルートを作ってるじゃない。こうした90年代のドラフトで築いた礎もあり、ホークスは南海時代から続く長期間の低迷を脱していくこととなる。98年にはシーズン3位となり、球団としては1977年以来21年ぶりの A クラス入りを達成。翌99年には26年ぶりとなるリーグ優勝を達成し、35年ぶり3度目の日本一を成し遂げたんだ。四半世紀も低迷してた球団が、一気に栄光をつかんだのね。このリーグ優勝の背後には、前述の選手たちだけでなく、97年の逆指名選手の大きな活躍も深く関わっているんだ。97年のドラフトでホークスは逆指名1位で JR 東海長井智弘、2位で三菱重工長崎篠原貴之と2人の投手を獲得している。先に小久保、城島、井口、松中、柴原という野手のコアプレイヤーを獲得して、勝負のシーズンに即戦力投手を補強する。野球のチームビルディングのお手本みたいな流れね。長井投手はプロ2年目の99年に規定投球回数をクリアして、防御率 3.06、10勝5敗、日本シリーズでは優秀選手賞を受賞する活躍を見せた。残念ながら長井投手は3年目以降は成績を大きく低下させてしまい、2006年に現役を引退。通算28勝とキャリアのピークは短かったが、チームにとって勝負のシーズンに貴重な戦力になった意味合いは大きいものがあったと言っていいだろう。トータルの貢献度は指名順位を考えれば物足りないけど、補強戦略を考えれば、数字以上に価値がある指名となったのね。また2位の篠原投手はルーキーイヤーに51試合に登板すると、99年は60登板で、防御率 1.25、14勝1敗を記録し、なんと救援ながら最高勝率のタイトルを獲得したんだ。篠原の不敗神は、勝利の方程式への継投がこの時の大英の勝ちパターンだったもんね。篠原投手はその後肘や腰の故障もあり、登板機会が減少し、左のワンポイントでの起用が多くなるなど、年々貢献度を下げてしまう。2009年には一軍登板の機会がなく、戦力外通告となったが、篠原投手もまた必要な時に即戦力となったことを考慮すれば、期待に応えた指名だったと言っていいだろう。キャリアを通じて救援起用だったため、量的な貢献度は先発投手や野手と比べて低くなるけど、チーム事情にマッチしてた点も含めると十分な成果と言えるわね。逆指名選手によって戦力を強化し続けてきたホークスだが、99年以降はその目利きにやや限りが生まれてしまう。これまでヒットドラフト続きだったけど、さすがにいつまでも成功が長続きしないわよね。1998年のドラフトでは逆指名2位で東北福祉大学松信康投手を獲得している。98年の大英は前述の通り、21年ぶりの A クラスとなる同率3位となったが、得点数546はリーグ6位で、失点数596はリーグ4位。得失点差がマイナス50もあるじゃない。そうなんだ。久々の A クラス入りではあったが、戦力的にはまだまだ課題が多いチームと見るべきだろう。ただここまで紹介した通り、野手はプロスペクト野手を複数名確保できており、将来の見通しは非常に明るいものがあった。対照的に投手陣はこの年規定投球回数に到達したのが、33歳の武田和弘と30歳の西村達治の2人のみ。98年はエースの工藤公康が故障の影響で90回3分の2の登板に止まっていたため、
工藤投手が成績を回復すれば失点抑止力を高められる算段はあったものの、その工藤投手はすでに35歳とかなりのベテランの域に達していたんだ。結果的にこの後工藤投手はさらにキャリアを伸ばしていくけど、編成的にはいつまでも頼ってはいられない年齢だったのね。FA の取得も近づいていたでしょうし、中長期的な投手陣の見通しが明るくなかったことを考えると、このタイミングで上位で投手を獲得したことは編成的にマッチしていたと考えていい。実際その期待の大きさはチームの待遇に現れていて、松投手はいきなりエース格の背番号18を与えられているんだ。いくら逆指名選手とはいえ、いきなり18番を与えられるなんて、かなり期待されていたのね。ただ松投手は入団初年度は1軍登板なし、2年目もわずか3試合に救援登板しただけに終わり、オフには背番号12に変更となったんだ。2年目だけで背番号変更なんて、なかなかシビアな世界ね。3年目の2001年6月27日のオリックス戦では、先発の機会を与えられたものの四球を連発して早々にノックアウト。チーム全体で13四球を献上し11失点の大敗を喫したことが大貞治監督の逆鱗に触れて、試合後には15分間の緊急ミーティングが行われた。俺がこんなに怒るのは去年のオープン戦の時以来だ。自分たちで何かしようとしない限り、神様は振り向いてくれないんだ、と選手に訴えかけたそうだ。松投手だけの責任ではないけど、王監督が激怒する引き金を引いてしまったのね。結局その後も先発としては大成できず、フォームをサイドスローに変更して救援投手に転向。2004年はキャリアハイとなる40登板したものの、ワンポイントが主だったため投球回数は28イニングで、防御率も 4.82 に終わったんだ。火消しの役割を十分果たしたとは言い難い成績に終わったのね。翌2005年は1軍での登板機会がなく、オフには戦力外通告を受けて、現役を引退することになったんだ。期待のエース候補がほとんど戦力になれずにチームを去ってしまったのね。松投手が即戦力で活躍できなかった余波は翌年のドラフト戦略にも現れる。99年のダイエーは悲願の日本一を達成するが、実は得点数と失点数がともにリーグ4位で、得失点差もリーグ3位の10と戦力的には突き抜けた存在ではなかったんだ。野手は有望株を多数揃えてたから数年後に強力打線が完成する見通しが立ってたけど、投手はやや心配な状況ね。投手陣は前年のオフに武田投手が FA で中日に移籍。この99年のオフもドラフト前の時点で工藤投手が FA 宣言して、ホークス退団を発表していたんだ。90年代後半のホークスを支えた左右の両輪が、立て続けに退団してしまったのね。99年のホークスは逆指名1位で立命館大学田中壮司、逆指名2位で日本通運広田昌司という2人の投手に上位指名の枠を使っている。工藤投手はもともとフロントとの確執が噂されており、球団も次世代のエース候補の獲得を視野に入れていたのだろう。もともと投手は若手の先発候補が不足してた中で、即戦力の先発候補を複数獲得したのね。個別のキャリアを見ていこう。田中投手は1年目に開幕1軍を果たしたものの、初登板で1回持たず3失点を喫してしまった。オフには左肘手術を行ったのだが、術後の回復が芳しくなく、球速が130キロ台中盤まで低下したそうだ。トミー・ジョン手術なんかでも、成功例ばかりが挙げられるけど、復帰後に元の状態に戻らないケースも一定数あるっていうもんね。2003、2004年は2年連続でわずかに試合に登板しただけに終わり、プロ5年目にして戦力外通告を受けてしまったんだ。松投手といい、見切られるの早くない。ホークス退団後にはトライアウト受験のために練習を続けていたが、その際に肩を痛めて現役引退を決断したそうだ。ひょっとしたらホークス在籍時からコンディションは良くなかったのかもしれないな。入団前に期待してたパフォーマンスを取り戻すことはないと判断されたのかもね。また2位で獲得した広田投手も2001年に1試合登板しただけで、プロ3年目に現役を引退している。たった3年で現役引退って早すぎない。当時の詳細な情報が残っていないので、憶測にはなるが、広田投手もまたコンディション面に不安を抱えていたのかもしれない。同じ年に獲得した逆指名コンビが2人合計通算6登板で退団って、あまりにも痛いわね。口述するが、このことが後の編成に大きな影響を与えることになる。一旦はこのまま流れで説明しよう。2000年のホークスは逆指名1位で九州共立大学山村道直、逆指名2位で立命館大学山田明親と、またも上位指名枠を投手で占有してしまう。松、田中、広田投手の入団後のパフォーマンスを見るに、戦力として見込むのは厳しいと判断してたのかもね。2000年のホークスは救援防御率が 2.92 と好調だったのは対照的に。
先発防御率は 4.78 と低調な出来だったことも関係しているだろう。相次ぐ主力の退団と、ドラフト上位指名投手が戦力になれなかったしわ寄せが来てたのね。それだけにこの年獲得した山田、山村の両投手に対する期待は非常に大きなものがあった。ただ、平成ホークス失敗ドラフト誌でも紹介したが、結果的に二人はその期待に応えたとは言い難いキャリアを送ることになる。山村投手は1年目のキャンプから故障続きで、右肘の骨折や腕の痛みなどもあり、一軍登板どころかファームでも登板ができない日々が続いたんだ。その前の松投手や田中投手といい、コンディションに問題を抱えた選手多くない？山村投手は一時期自ら引退を申し出るほど思い悩んでいたそうだが、なんとか状態を回復させ2005年にようやく一軍登板を果たした。ただこの年はわずか1試合の登板に終わり、翌2006年もわずか1登板と劇的に状態が良くなったわけではない。2007年に救援として23試合登板を果たしたが、これがキャリアハイとなってしまう。2008年は再び一軍での登板機会がなく、戦力外となってしまったんだ。入団後のコンディションを考えればよく投げられる状態まで戻したと言えるけど、キャリアトータルの貢献度は指名順位を考慮すると物足りない成績に終わったのね。同期の山田投手は2000年のシドニー五輪に出場した投手で、山田投手こそアマチュアナンバーワンと評価する声もあったほどの投手だ。ところがどっこい、またまたコンディション不良だったんじゃないの？いや、山田投手は入団後コンスタントに登板機会を与えられることになる。ただ入団最初の2年間は先発として起用されるも、制球力の悪さからなかなか結果を残せず、3年目には救援投手に転向している。2003年に24試合、2004年に35試合に登板したが、2005年以降は出場機会が激減。2006年に右肘、2007年に右膝、そして2008年に右肩と毎年のように手術を行うほど体調は良くなく、2008年には戦力外通告を受けてしまったんだ。この時期に獲得した上位指名投手のほとんどが健康面に問題があったのね。てか、大栄はずっと逆指名選手の目利きが良かったのに、どうして急にポテンシャルを見誤るようになってしまったのね。当然獲得した選手すべてが戦力になるわけではないので、確率的に仕方ないといえばそれまでだろう。ただこの時期の大栄はというと、根本陸夫さんが99年の4月に急性心筋梗塞のため72歳で死去している。ひょっとしたらその影響が多少あったのかもしれないな。20世紀末のプロ野球において、最高の編成力を持った人物がいなくなったことが影響してる可能性はあるわね。そういえば、この時期の上位指名選手が戦力にならなかったことが、後の編成に悪影響をもたらすって言ってなかったっけ？ここまで話した通り、90年代後半の大栄はドラフト上位指名で獲得した投手が戦力になれず、先発投手の人材不足に陥っていく。その問題を解決すべく、2001年以降もドラフト上位のリソースを投手に割き続けるんだ。2001年は1巡目で寺原隼人、3巡目で杉内俊也、2002年は自由枠で和田剛、新垣渚、2003年も自由枠で真原貴弘といった具合にだ。おお、2000年代のホークスを支えるエース投手を次々に獲得できてるじゃない。これの何が問題なのよ？彼らの貢献度は言うまでもなく素晴らしい。中でも杉内、和田投手クラスであれば、仮に編成的にミスマッチであったとしても、獲得に乗り出すべきレベルの投手たちだ。ただドラフト戦略をマクロに見た場合、97年から2003年にかけてこれだけ長期にわたって、投手を上位指名し続けるのは編成上弊害をもたらす可能性が高い。ちなみにだが、97年から2003年の7年間で上位指名した野手は、98年1位の吉本亮、2003年2巡目の木所優馬だけだ。確かにかなり投手にリソースを割いてるわね。この影響は2000年代後半の野手の人材不足という形になって現れてしまう。2008年のソフトバンクは1996年以来12年ぶりの再開となってしまうが、得点数556はリーグ5位。翌2009、2010年も得点力リーグ4位と、攻撃力不足に悩まされる時期が続くんだ。井口、城島、小久保、村松らの主力が相次いで退団した上に、松中選手の衰えも重なって、自慢の野手陣に陰りが見えるようになったもんね。幸いソフトバンクの場合は外国人や FA で選手を補強できるため、壊滅的な状況は免れたが、投手に上位指名のリソースを割きすぎる弊害が出たと言ってもいいだろう。もちろん下位指名で活躍する選手もいるけど、確率的には上位指名の選手の方が大成しやすいわけで、あまりに偏りすぎると取り戻すのに時間がかかるわよね。ソフトバンクという巨大資本の球団ですら、挽回するのは容易ではないというのが恐ろしい話だ。この2000年代の状況と非常に酷似しているのが、2023年のソフトバンクだ。
なかなか野手の世代交代が進まずに、勝ちきれないシーズンが続いてるもんね。2010年代のソフトバンクは上位で投手を指名する傾向が強く、2010年代の10年間で、ドラフト2位までに指名した上位20名の選手のうち、実に16名が投手なんだ。めちゃくちゃ投手にリソースを割いてるじゃないの。ただ2010年代後半に獲得した高橋純平、小沢玲治、田中正義、古谷優斗、吉住春人らが、思うように戦力にならず、やや先発不足に陥っている。物にならない投手が多いからまた投手に上位のリソースを割く負のループが続いてるのね。2017年に清宮幸太郎、2018年には小園海斗に1巡目の入札をするなど、徐々に状況は変わってきているが、やや投手にドラフト上位のリソースを割く傾向がある球団なんだ。根本さんが野手からチームの礎を築いていったように、令和のホークスもまずは野手の地盤を固めてほしいわね。話が逆指名から逸れてしまったな。ソフトバンクになってからの逆指名は、2005年に自由枠でアジア大松田信弘、2006年に近畿大学大隣健二らを獲得している。98から2000年にかけて少し目利きを誤った時期もあるけど、トータルで考えるとかなり逆指名で得をした球団ね。的中率の高さや対戦した選手のスケール感などを考慮すると、巨人に匹敵する逆指名ドラフト制度の勝者と言えるだろう。